集会自体は3時から始めたいと思いますので、これはもう判決前の訴訟は10件で、数が何件って23件くらいじゃないですか。覚えてるんですね、前に。あ、もちろん。説明を、海田先生にお願いしようと思います。その後、福井から来ていただいてます原告団の方、弁護団の方から、一言挨拶をいただきます。でそれまでの時間が約30分で、その後ですね、3時半から1時間は、原子力規制庁に来てもらっています。でそこで、本来であればこの、今回の判決について、いろいろ突っ込んだことを聞きたいところなんですけれども、具体的なことは話しにくいということもありまして、規制庁については、一般的な
問を投げてあります。それに基づいて後で、政調との意見交換をするということになっています。でその後4時半からまた1時間ですね、皆さんと今回の画期的な判決をどういうふうに今後の脱原発運動を生かしていくかというところでお話ししていきたいと思います。最初に間もなく時間ですので、一言会場さんの方から趣旨説明をしていただきつつ、あの駆けつけていただいた近藤俊一先生の方がお時間がないそうですので、ちょっと会場さんに一言お願いします。それではあのまだちょっと時間まであるんですけれども、近藤先生が来られているので、今日のですね、趣旨なんですけれども、判決を踏まえて、規制庁に対してその安全審査のあり方が根本的に問われているのではないかということで、交渉の場を作りたいということでセットしてまいりました。で、相当あの規制庁の方嫌がっていてですね、これはその判決そのものが確かに規制庁とは関係なしに出したというふうに言ってるんです。そのこの判決の中身の説明はまた後でやろうと思いますけれども、そういうこともありですね、しかしここで問われている安全審査のあり方、規制審査のあり方、とりわけて例えば基準地震動がですね、現在外れてしまっているではないかと、そういった問題について生で聞くことについてはちゃんと答えるというふうに言っていますので、先ほど杉並さんは判決の中身とは離れたと言っていましたが、判決の中身の、判決の中核になっている事項について個別にきちんと聞いていこうと思っています。だけど判決はこう言ってるじゃないかみたいな感じの言い方をするとパッとスッと立ってどっか行ってしまうかもしれません。要するに判決に触れるということになると口を閉ざしてしまう可能性がある、そういう約束で呼び出しているということ。だけど中身で聞くことはこの判決で指摘された、この安全審査の問題点というところについてですね、全面的に触れてやりたいというふうに思っております。それでいきましょう。それでは内集会に向けて、国会議員の、近藤俊一先生をお入りになってますのでご挨拶をいただければと思います。どうも皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました、私衆議院議員の近藤俊一と申します。超党派で作ります原発ゼロの会の共同代表の一人を務めさせていただいております。本当にこれからいろいろとやり取りが始まる前で大変に恐縮でございますが、ただどうしてもこの後行かなくてはならないところが、ただどうしてもここにお邪魔してですね、皆さんと共に、火災電力が控訴したわけでありますから、まだまだこれからでありますが、非常に重要な判決が出た、そして本当に関係の皆さんがご苦労されてきた、そのことに敬意と、そしてまたこれからだということの連帯のご挨拶をしたいと思ってやってまいりました。判決、これから規制庁とのやり取りがあるわけですが、判決の中にありましたね、なんていうんでしょうか、その富の流出云々ではないんだと、大事なことはやはり一人一人がこの豊かな日本の国土の中で安心して安全に暮らしていくことなんだと、今まで一番ないがしろにされてきた人の住民の人たちの気持ち、命、これをしっかりと、これが大事、一番大事なんだと、こういうことが判決で表明されたわけであります。そのことが一番大事、皆さんと共にこれからもまだちょっと長い道のりになるかもしれませんが、絶対にですね、頑張っていこうとこういう思いでやってまいります。今後とも頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。国会議員の安倍智子さんもいらっしゃっています。それから、菅直人さんも来ていただいております。ありがとうございます。早速ご挨拶いただきましょうかね。じゃあ安倍智子さん、よろしくお願いします。まさに画期的な判決ということで、本当に皆さんよくやってくれました。もう今正直言って国会は暴走に歯止めがかからない。司法がこの大井の差し止めとちょうど同じ時期、私神奈川なんですけど厚木の飛行場でこの自衛隊機の夜間差し止めというのが出ました。もう本当に今ギリギリのところで国民の生命とか財産とか当たり前の健康とかを守るための戦いというのが新たにまた始まっていると思います。
まあ、これからまたこの先きっと関連もまた構想とかこう長いやり取りになるかもしれませんが、まあ、絶対にこのあの 3.11 を経て私たちは大きく変わらなきゃいけないし、もう誰も原発が安全なんて思っていないし、それが国民の思いだということだと思います。それを形にしてくださって本当にありがとうございます。一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。一昨日の福井の地裁に私も弁護団の皆さんから誘われまして、判決を初めてそういう席で傍聴させていただきました。運転をさせないという裁判官の言葉があったときは思わずガッツポーズをとって大きな声をしそうになりましたが、ちょっと目立ちますので声だけは高いなと思います。本当に大変長い間地元で、この問題に取り組んでこられた皆さん、そして、その思いを裁判の中で形にしていただいた弁護団の皆さん、支援者の皆さんに私からもお礼を申し上げたいと思います。そしてこの判決の持つ意味は、まあ、今日これからいろんな話が出ると思いますが、本当に大きい意味を持っていると思っています。まあ、残念ながら今安倍さんからお話ししているように国会の中では国民の7割8割が原発はなくしたいという声があるにもかかわらず、議席においてはそれを主張する勢力は3分の1あるいは3割にも満たない状況になっています。しかし実はじゃあ選挙でそういう勢力が負けたのかというとですね、よく見ると票数では自民党は2009年に一番負けた自民党の負けた選挙で取った自民党の票と、2012年に自民党が一番勝った選挙で取った票、どちらが多いか皆さんご存知でしょうか。まあ、当然勝った時の票が多いと思われると思うんですが、票数でいうと増えてないんですね、減ってるんです。ですからそういう意味では国民の多数が反対してるというだけではなくて、自民党の票も決して2012年に減ったけれども、まあこれは主に私の属する民主党のあるいは私自身の責任も多いんですが、そういう勢力が皆さんの信頼を失っていたことによって結果として小選挙区制度の下で自民党が、まあ、たくさんの議席を取ったけれども、国民の多くが自民党を支持して勝ったわけではないということはしっかりと頭に入れて、おきたいなと思っております。あまり長くなっても恐縮ですので、この判決がそういう全国で、脱原発を実現しようとする皆さんに大きな勇気を与えて、そして250キロ圏、54基の原発の周りに250キロ圏の丸をつければ一目瞭然ですよね。沖縄以外は日本で住むところがなくなるというですね、そういう危険性を裁判所が認めた。逆に言えば全ての国民が、自らの家を失うかもしれないという思いをこの判決で新たに、して、頑張っていく勇気を与えていただいたと思っております。これからも私も精一杯頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。共産党からも言っていただきますと、火災に一言お願いします。遅くなりました。日本共産党衆議院議員の笠井明です。何よりも素晴らしい勝利、本当におめでとうございます。そして原告団弁護団の皆さん、全国で、裁判訴訟を戦って
そして再稼働反対原発なくせと頑張ってこられた皆さんに改めて心が敬意を表し、共に戦ってみてきたものとして本当に嬉しく思っています。本当におめでとうございます。やっぱりこの歴史的な判決、福島の事故の後初めてこういう判決が下ったということで、私も本当に感動しました。やっぱり中身がすごいと、ひとたび事故が起こればというところから始まって、やはり憲法の立場に立った人格権という非常に重いものをすっかり据えると、ああいう結論がすっかりなるんだなということで、私も改めてそういう角度での裁判の判決になったということについて感動を覚えたところでありますが、まさにそういう判決を導き出した原告団の皆さんのご苦労と、弁護団の皆さんの本当にご苦労と、そしてやはり福島事故の後、福井で、そして全国各地で、そして官邸前で、再稼働反対原発なくせと声を上げてきた、そういう大きなやっぱりあれが状況を変えてきたんだということを改めて感じております。私も官邸前行動に通いながら思ったんですけれども、やはり大いを止めろ、原発いらないってみんなで言ってきたわけですよね。そして本当に福島の現実に立って、事故の現実に立って声を上げてきた国民の力、それが本当に大きな力を持っているんだなということを感じました。この、 素晴らしい歴史を変える日、5月21日の直前に私も福市、というか今、1F と言わなきゃいけないですね、1F にまた3度目で入ってきましたけれども、全然もう状況変わってないというか、収束どころか非常に深刻で、終わった途端、1回来た途端にバイパス通したりとか、翌日唯一残ってたアルプスがまた止まっちゃうとかっていう現状を見るにつけても、本当にもう一刻も早くこの再稼働をやめさせる、そして原発なくしていくということで政治に迫っていく必要があると思ってます。250キロ圏地図にずっと落としていくと、日本全土がほぼもう全部埋まっちゃうという状況になるということは、どこにもやっぱり判決から見れば原発を再び動かすという余地はないと、安倍政権はもう今こそ本当にそういう点では即時即刻にこの断念をすべきだということで、皆さんと力を合わせて原発内に向けて頑張っていきたいと思います。本当にご苦労様です。ありがとうございました。国会議員の皆さんはお忙しいというところもありまして、最初にご挨拶をいただきました。で、改めて今回は、大井原発3・4号機の運転差し止めの判決が、下されたということで、その集会ということで今日はお集まりいただきました。で、改めて福井から、ね、おいでいただいている原告団弁護団の方にまずちょっとお立ちいただきまして、ご紹介したいと思うんですけど、弁護団の笠井先生の方からご紹介いただいてよろしいでしょうか。ぜひ皆さん、全員お立ちいただいて、はい、はい、まず弁護団の事務局長の笠原弁護士です。本日弁護団団長の、佐藤弁護士は欠席させていただいております。続いて、原告団団長の、中島哲也さん、原告団代表ということです。でその隣が、原告団事務局長の、松田さんです。そのお隣が原告団の奥出さんです。その隣が原告団の木田さんです。すみません、私はちょっと福井ではないんですが、隣の金沢から参りました弁護団の鹿島と申します。それでは最初にですね、この、弁護団にも加わり、また脱原発弁護団の全国連絡会の共同代表でもある弁護士の海部さんの方から、この今回の裁判の判決のポイントをですね、ちょっと手短にですけども、まずご紹介いただきたいと思います。では今日の資料の18ページから21ページまでのところにまとめておきましたので、書面で陳述としたいところですが、一応ですね、21ページの第4のところから一つだけちょっと読ませていただきます。
この判決はですね、他の原発訴訟にも大きな波及効果を与える原発の本質的危険性を認めた判決だと言えると思います。この判決は福島原発事故という深刻な事故を真正面から見据えた司法判断だったと思います。福島原発事故のような深刻な事故を二度と繰り返してはならないという原告と弁護団の一致した声が司法の場にも届いた判決だったと言えると思います。我々はまさに司法は生きていたというふうに胸を張って言えると思います。勇気と確信を持ってこの判決を言い渡した福井地裁民事部の樋口秀明裁判長以下の合議体に心からの敬意を表したいと思います。しかしながらこの判決を非常に特殊な判決だというようなことに考えるのは誤りだと思います。むしろ深刻な事故を二度と繰り返してはならないという原点から出発し、深刻な事故を引き起こす具体的な危険性が万が一でもあるかについて、骨太の事実認識に基づいて手堅い判断を示した固い判決だというふうに言えると思います。これまで原発を容認してきたも同然であった司法は、市民感覚に沿って福島第一原発とその被害の深刻な現実を目の当たりにして、地震という自然の前における人間の能力の限界を率直に認める画期的な判断を下したのだというふうに言えることが、言うことができると思います。で、我々が求めることですが、まず関西電力にこの判決に従うことを求めますし、関西電力が控訴するならば全力で、当該弁護団とともに戦ってこの判決を守り抜きたいということを宣言したいと思います。また原子力規制委員会に対してこの後来られるわけですが、福島第一原発事故という現実を見つめ直し、この判決の具体的な指摘を正面から受け止めて、再稼働のための適合性審査を中止し、耐震設計、基準地震動、耐震重要度分類、共通原因保障などの諸点について根本的な再検討を行うように求めます。また政府国に対して、この判決の指摘を受け、地震国日本における事故リスクを避けるため再稼働を断念し、原発政策を根本から見直し、脱原発のための政策に舵を切るように求めます。また全国の電力会社、そして原発立地及び周辺の地方自治体に対して、この判決を機に原発推進依存から早期に脱却し、再生可能エネルギーを中心とするエネルギー政策への転換、そして環境重視の地域経済を目指すことを求めます。以上です。はい、ありがとうございます。この後3時半から規制庁に来てもらうわけなんですけども、それまでの時間ちょっと限られていることもありまして、原告団の方から、短くですね、ちょっとご挨拶をいただければと思うんですけれども、中島哲也さんにお願いしてよろしいでしょうか。改めましてこの判決の、感想といいますか、お気持ちをぜひ皆さんにお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんご苦労さんです。この素晴らしい判決は、他に樋口裁判長や福井地裁の裁判官の方がまとめ上げた判決というにとどまらずですね、半世紀近くにわたって特に福島以後はすごく広範な人々の思いや願い、運動、それらが一丸となって結晶した一種のアマルガムのような判決だと思ってましてね、私たちの共有財産だと思っています。その喜びを皆さんと共にまず分かち合いたいと思います。ところでこの国の裁判はですね、福島以後、福井県は南北に分かれてますが、北部の方と南部、65万の人口と15万の南部と、福島以前はどうしても温度差があったわけですけども、福島以後に北部の市民の方たちがまず1人2人3人が立ち上がって声を上げ、1人2人3人の県内の裁判官の方に声をかけられたところから実は始まっていったんですね。 2年余りのわずかな間にこの奇跡的な判決を手にすることができた。こちらに見えています、その松田さん、福田さんはその1人2人3人の最初の米北の方の北部の市民の方でありました。ぜひ私の後を一言ずつアピールをしていただこうと思っています。時間の関係でも非常に急いだ早口になりますが、私自身も原告の一人として第2回目の公判で遅ればせの二次提訴の原告になりましたが、
2回目の意見陳述を行いました。15分でしたが、その冒頭の部分、私がどういう思いで関わこの裁判に関わったかをちょっと皆さんにご理解いただきたいと思います。宮川賢治のあまりにも有名な詩、雨にも負けずに北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろという一説があります。私自身も訴訟そのものを決して好んではいませんが、つまらない訴訟と判決にならないようひたすら願っております。この半世紀近く国策として推進されてきた原発問題をめぐっては、民主憲法の根幹たる立法、行政、司法の三権分立がどれほど機能し貫徹されてきたかを回避せざるを得ないからでもあります。それどころか三権の外部の巨大な経済的利害関係に取り囲まれ、三権ともそれを追認し相互に追従してきた傾向がなかったとは断言できません。先般の大阪地裁の判決に至っては、旧態以前の安全神話の復活を思わせるかのように、関西電力や国の原子力行政の主張を鵜呑みにしただけで、原告側の憂慮や主張をことごとく退けたものでした。願わくは裁判長も私は呼びかけました。福井地裁の本訴訟の判決が 3.11 以後の画期的なそれとなりますよう、原告、被告ともどもに努力しようではありませんかと私は関連の被告席に向かっても呼びかけました。もっとも1万人の福島原発国葬団団長武藤瑠衣子さんの次の次回をも私自身のものにしたいのです。人の罪を問うことは自分の責任も問われることを意味します。刑事責任ではありませんが、私たち一人一人にも責任があります。原発由来の大量の電力消費を前提にした生活を受け入れていたこと、すぐそこに原発があるのにその危険性に思いを馳せずに生活してきたこと、今回の国葬を通じて自分自身の責任も問うていく中で、これまでと違う価値観を育てていくことができるのではないかと思っています。これは2012年の岩波の世界、8月号にインタビュー記事として掲載されていた一節であります。資料の16ページをご覧ください。聴聞の一審英断判決への声明という、これを事前に用意しておりました。取ってつけたような判決を受けての部分を付け加えてもいますが、一応私たちの原告団として原告団事務局スタッフで、回覧しまして、チェックしてもらった上で声明を発表しました。これを読ませていただくことで、福井の原告団の意のあるところを皆さんにも汲み取っていただければと思います。5月21日、福井地方裁判所は関西電力に対して大井3、4号機の運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。同判決は原発の必要神話や安全神話の理不尽な復活と福島の意図的な風化に対する聴聞の一審であり、司法の面目を施した英断であります。また世界一の原発密集地帯の福井県において、その地元裁判所によって言い渡された本判決の意義は計り知れません。特に本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失と言うべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富である、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であるという本判決の指摘は高い倫理性を表明していて感動的であります。福島がまざまざと実証しているように、未来世代にまで及ぶ人格権と環境権を侵害し、健康で文化的な最低限度の生活や生命、自由、幸福を奪い尽くす原発が本質的に違法的な存在であることを、私たち原告は公判で訴え続けてきました。福島から見えている木田さんはじめ8人意見陳述しました。原告さらに累計50万人を超えた被爆労働者の存在、使用済み核燃料死の灰の増加と高世代への付け回し、我が地震列島の動乱期に伴う第2第3の福島原発の可能性などを無視し、
そもそも大電力消費権による過疎地域への原発群の押し付けという差別的な構造を温存したまま、原発の再稼働や延命を容認することはもはや許されません。原発の海外輸出に対する倫理的責任も問われています。ほとんど失われかけていた司法への信頼に大光明を転じた本判決に励まされ、喜びを分かち合いながら住民自治、地方自治と国民主権、憲法の眼目の本領を取り戻して立法や行政に強力に働きかけるとともに、地元の原発関連の雇用や経済を転換し、真に安全安心な自然環境と生活が保障される原発ゼロ社会に、国内外の広範な市民と連帯しつつ目指していきたいと願っております。今日の本集会が実りあるさらに今後に向けての大きな発展の礎となる集会となりますよう期待し願っております。ありがとうございます。ありがとうございます。続いての現職のお三方から一言ずついただく、はい、時間がないので、簡単に発表させていただきます。この判決を丁寧に読んでいかなければはっきりと分かります。福島の規制があったからなんです。それで健康被害があっても、私はこれが放射能の由来ではないかと、そういうことを疑うことすら躊躇されるような、そんな社会がこの判決がはっきり言いました。人間の生命を尊重する、そのことが一番大事な社会の根幹である。これをなくしてこれからの日本も成り立たないんだ、はっきりと言ってます。これをなぜ賛否でどうのですか。こちらに国会議員の方は来てますが、まさしくこれは道義の問題であり倫理の問題なんです。みんなで多数決で決める問題ではないんです。このことを明確にして私の実態を伝えます。私も福井の裁判の事務局をやっています、福出と言います。この事務局、裁判の会始めてから事務局はわずか 7,8 名でやってまいりました。本当にやっていけるんだろうかというふうにずっと思っていました。私も別の裁判やってましたが、3年5年かかって本当に続けていけるんだろうかと、そんな思いでいつまで頑張れるかなって、そんな思いをしながら頑張ってきました。しかしそういう中で頑張った甲斐があって、今回ですね、本当に私たちが思う以上の判決内容がいただけました。本当に頑張ってきてよかったなというふうに今つくづく思っています。しかし今ここで終わってはなりません。そう思っています。これから控訴されてしまいました。これからが私たちの戦いなんだと、そんなふうに今改めて気持ちを振り起こしながら、これから事務局としてどんな戦いができるか、もう一度組み立てていきたい、そういう中で今日こんな集会が準備されたこと、本当に私たち気持ちが頑張れる気持ちが持てることになりました。本当に今日はこんな集会を持っていただきましてありがとうございます。これから聞かないでください。皆さんこんにちは。本当に福島に、住んでいて宇宙を受けただけで、このことで有名になってしまいましたが、いつも言うんですけど、本当に原発の町に住みながら、北に第一原発で南に第二原発があるところで、原発がこんなに恐ろしいものだとも知らず、避難者になってから2年間でいろんなことを、思って、東京に通ってデモや集会に参加するようになりました。そんなことから、かなり熱弁だった一人前の、お話した松田さんが去年の10月に水戸まで、押しかけてって言ったら申し訳ないんですけれども、私のところに来て、原発国葬団に失礼しました、大井の差し止め、の国連合団に入っているので、
陳述書を読んでくれと頼まれましてね、まあ、断ったりしたんですが、かなりしつこい方で、なんか福井の土産を2箱もらったことがあって、引き受けたことがこんなことになってしまったんですが、でもこれも多分、私は 3.11 に福島にはいなかったんです、いろんなところで行ってますが、あの飛行場におりまして、突然、家に帰れなくなったんですね。まあ、その日からはもう運命だったのかなと思います。いろんな方と出会って、今年の3月から官邸前に通うようになって、本当にたくさんの方にと出会いました。あの記者会見の時に、本当に一言、短くだよ、本当に短くってかなり言われたので、すごく短く言ったんですが、他の人は偉く長く言ったので、本当はもっと言いたいことがあったので、この場を借りて言っています。どう思ったかって言われた時に、きっと、あの原発、で働いている方たちは、お前たちが余計なことをしてくれたから俺たちの仕事がなくなったんだ、どうしてくれるんだと思う人もあると思うんですね。でもそういう人たちに言いたいですね。今回の判決が出たから、福井の人たちの命や福井の方たちの健康は私は助かったと思ってほしいんですね。福島で4年前にこういうもし裁判を起こしていたら、私たちは、避難することもなくあのままで暮らしていたと思うので、そこを私は福井の方だけじゃなくて原発立地しているところで声も上げずに、こういう裁判が余計なことだと思っている人に思ってほしいと思いました。それからこの原告団には本当は佐藤雄平知事も入っているべきだと、これを言いたかったんですね。スピードのことも隠して、私たち福島県民のことをほったらかしに来て、スピーディーのことに関しての弁明はスピーディーじゃなかったのに、本当に大新聞に対しての抗議は本当に偉く早かったんですけれども、本当はあの人は違うにいる人じゃないです。本当はこのこういった裁判に本当に想定して弁護団に加わって、東電と国にあの人は抗議するべきなのに間違っていると思いました。これを言いたかったんですけど、あの一昨日の記者会見で目の前にあの三沢さんがいたので、パッと目が合った時に、あそれよりも私にいろんなことを教えてくれたのは、デモや集会で会った方たちの一人一人のシュプレヒコールとかあの発言だったんですね。その発言とあの樋口裁判長の理由の一言一言を聞いていたら、まあ、全部それがあの集会デモで皆さんが言っていたことと同じことだったので、まあ一言一言聞いていたら、そういった集会で発言していた方もなんか本当に総まとめを聞いているようだったということをね言いました。本当はこの理由を痛かったです。あの時言えなかったので、はい、ここで言っていただきました。はい、その後私も昨日、水戸に帰って、テレビや新聞やら見たら、本当に自民党の議員さんがね、こんな判決を出す、司法がなんかヘンチクリンだとかなんとか、それこそヘンチクリンな、ヘンチクリンだったかちょっと忘れたんですけど、ちょっと議員様が使うような言葉ではないようなことを、それもニュースの解説者が言っている、それを聞いて私はなんと恥ずかしい、日本の国会議員は立派な方もいますけど、本当にこのような発言をテレビのニュースで流すのかと思って、それと司法がお粗末だとかって、こうそういうことを言ってるね、まあ、自分たちが勉強が足りないということをね、あの言いたかったです。はい、何かなりました。終わります。ありがとうございます。それではですね、政党の担当者の期待をですね、前の席をちょっと上げていただいて、原告団、弁護団、それから今日コメントで来ていただいたので、一旦あの前列の方にちょっと移っていただいて、よろしいでしょうか。で、お忙しい国会議員の方が続々と詰めかけてくださってますので、ご紹介したいと思います。日本共産党の黒林明子先生、それから日本共産党の井上先生、それから、日本共産党の平良義子先生、それから、この今回の取り付けをお願いしました社民党の福島瑞穂先生、ちょっと規制庁の方との話に入ってしまいまして、ね、前にお座りいただきます。で、
どうも皆さんこんにちは、参議院議員の福島紀蔵です。大井原発の画期的な判決があったんですが、規制庁とやはり規制基準について、国会議員として議論したいというふうに思いました。で、規制委員長は判決についてはコメントできないという立場なので、この判決を前提にしてここにこう書いてあるじゃないかという議論だと少し難しいということだったので、今回、ちょっと工夫をしてというかですね、でもやはり規制基準についてはやはり国会で議論をすべきであるし、これは議論できないというのはおかしいということで、軌道地震度、そうですね、原子力規制庁への質問事項については、この3点、過去に発生した地震規模に、後ろの方ちょっと見にくかったらすいません、関連してストレステストの基準とされた1260ガルを超える地震を想定しているか、基準地震度の設定に関連してこれまでの想定した基準地震度を超える地震が実際に起きていることについて、その設定方法の見直しをするべきではないのか。3、基準地震度を超えた場合の重要な設備の安全性の確保、さらには基準地震度以下の地震によって生ずる給水や電源供給などの確保についてどのような方策を想定しているか、この点について、規制庁から きっちり説明をしていただいて、いい意味での対話議論をしたいというふうに考えております。その意味で今日はそういう前提で規制庁に来ていただきましたので、どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。おかけください。それで、それではじゃあまずお三方の所属とお名前を教えていただいて、それから今日の質問についてのお答えいただきたいと思います。はい、じゃあ今日の資料は差し上げます。お名前と所属をお知らせください。はい、皆さんどうもこんにちは。私、原子力規制庁で地震津波の担当をしております管理官補佐でございます渡辺と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。原子力規制庁で TWR の規制を担当しております管理官補佐の布田と申します。よろしくお願いいたします。布田と申します。こんにちは、原子力規制庁で地震津波担当しております桐原と申します。よろしくお願いいたします。どうぞおかけ。それではよろしくお願いします。今日来てくださっている皆さんもそういう仕切りで、今日来ていただいたと。でもこの3点についてぜひ、答弁というのは変ですが、ご説明よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあちょっと失礼いたしますが、座って説明させていただきます。今日いただいたご質問3点ございました。そのまず過去1から過去3についてお答え申し上げたいと思っております。まず1点目でございますけれども、過去に発生した地震規模に関連してストレステストの基準とされた1260ガルを超える地震を想定しているのかということでございます。で、ちょっと一応その、前提といいますか申し上げますとですね、これは今日のお話はその基準地震度の設定についてお話ということなので、申し上げると、その基準地震度というのは原発のその耐震安全性を確保するために、その設定の基準となる地震動というのを定めることにしておりまして、でそれに対して安全の機能がですね損なわれて、その事故に事故を起こすするという観点から設定をしているものでございます。で、これでここの括弧1のところに書いてあるそのストレステストの基準というふうになってございますけれども、これがストレステストと申し上げますのは、これ以前我々ができる前のですね、原子力安全保安院の方でも行っておりましたけれども、これはその、何かその基準を定めるというものではなくてですね、それぞれの原子力発電所、今ある原子力発電所が、そのどの程度 その地震までは少なくともですね、その福島のような炉心損傷を似たような事故までいかないんじゃないかと、いかないかどうかということを評価しているものでございまして、多分この1260という数字自体は多分多いの話だと思うんですけれども、それぞれ その発電所について、電力会社がですね、その自分のところ その発電所というのが、どの程度地震までは少なくとも炉心損傷までいかないぐらいは耐えられますというような
評価をしてですね、それを原子力安全保安院の方で評価をしていたというものでございます。なので、ちょっとそういう意味では、そのダンガルという数字がもともとあったものではないということをご理解いただければと思いますし、これは基準地震動の話とはまたちょっと別物でございます。でそういう前提でですね、一応お答えを申し上げますと、その、過去に発生した地震規模に関連して、その、どのような地震を想定しているかということでございますけれども、まさにその基準地震動を考えるときにはですね、過去に発生したその地震、まずはその敷地の周辺でですね、過去に発生した地震というものをまず評価を、して、それがどのくらいの規模によるものなのかというのを、見ていきます。で具体的にはその当然その歴史の記録だけではですね、なかなかその当然歴史で書いてあるようなことっていうのは所詮最近の話にすぎませんので、それぞれのですね、その敷地の周辺にある活断層を調査するなどしてですね、その敷地の周辺で起こりうるその地震の規模というものを想定してまいります。でその他にですね、そういう敷地の固有のその地震だけではなくて、そういう活断層でですね、発見することができないような規模の地震ございます。比較的ですね、規模は小さいんですけれども、そういう地震についてもですね、それがサイトで起こりうると仮定して、震源を特定せず策定する地震の時に申し上げてますけれども、そういうものも発生することを考えながらですね、地震を作っております。でこの時に、特にですね、その新しい規制基準においては、まさにこの福島第一原子力発電所事故ですとか、あるいはいろんなその過去の地震で その知見をですね、教訓といたしましてですね、例えばその活断層の長さなんかについては過小評価にならないようにですね、その近くにあるその活断層については連動して動くものと考えてですね、評価をすることを求めたりですとか、あるいはこれは新潟県の中越沖地震で実際起こったことなんですけれども、地下にその地層がこう簡単に言うと曲がっていてですね、そこでその地震波がこう収斂して強い揺れを起こすという、これ現象が見られました。でこれちょっと過去にも関連するんですけれども、実際その、もともと設定していた基準地震動をですね、大きく超えるような地震というのが発生したということでございました。でこれについてもですね、地下のその発電所の地下の3次元の構造をしっかり調べて、そういうその地震動の増幅があるようなですね、ことっていうの、こうそういう構造がないとかですね、あるいはそのちゃんとそういう構造がある場合には、それをちゃんと踏まえた上で大きい地震動を設定するようにというようなことを求めております。それからその、地震例えばその福島 の311で起こったようにですね、ああいうその海溝型の地震につきましても、基本的にその海溝型の地震今までもいろんな知見がありましたけれども、ああいうやっぱりマグニチュード9クラスのですね、地震というのが起こりうると、そういう海溝型のところでも起こりうるということを踏まえた上で、しっかりその基準地震動を策定してくださいということを、盛り込んで新しい規制基準というのを策定しているところでございます。これがまず一つ目でございます。でそれから二つ目なんですけれども、これまでに想定した基準地震動を超える地震が実際に起きていることについて、その設定の方法の見直しをするべきではないのかというところでございます。これまさに311もそうでしたし、あるいはその今ちょっと申し上げたその新潟県の中越沖地震、このようなんかもまさに元々事業者が設定していた基準地震動というですね、こういう地震が発生いたしました。でまさにそういうその、ことを踏まえて、それぞれのやっぱり地震で得られた教訓をこの基準地震動の設定に生かすようにですね、新しい基準の中で先ほど申し上げたようなこと、新しいある意味こう地震の想定を厳しく見るようなですね、そういうその基準というのを設けた上で、その策定というのを求めているところになります。で今実際ですね、新基準に対する適合性審査というものを行ってございますけれども、その中でもですね、やはりその、断層の連動をですね、もっと考慮すべきじゃないかとかですね、あるいはその地下のその地震のその発生層について、もうちょっと保守的に見るべきじゃないかとかですね、いろんな指摘をさせていただいておりますけれども、まさにそういう審査も経ながらですね、やはりそのしっかり厳しくその地震の想定というのを見直していくということをやっていきたいというふうに思います。それが2点目です。それから3点目でございますけれども、
これご質問は多分2つありまして、1つはそのじゃあ基準地震度を超えた時にどうするのという話と、それからじゃあその、基準地震度以下で、地震によってそのまあ給水とか電源供給の確保というふうになってますけれども、まあ、その要は多分壊れる施設があるんじゃないかというふうな話だというふうに理解してございます。で、そこについてはまあそのどのような方策を想定しているのかということでございます。でまずその最初の方、その基準地震度を超えた時の、安全性の確保ということでございます。これまさに今までですね、これ福島の事故、それからその基準の見直しまでシビアアクシデント対策をその法定上ですね明記していなかったということでございます。まさにそういうその設計上想定しているような事象を超えた時にもですね、炉心損傷にちゃんと至らないように対策を講じるとかですね、あるいはその、まあ、テロ対策なんかそうですけど、そういういわゆるもともと想定して作ってたものよりももっとその、まあ、ひどいことが来た場合にですねもしっかり対処できるようにするというのがまさにそのシビアアクシデント対策の、基本でございまして、今回そのシビアアクシデント対策というのを新しく基準に盛り込んだ上で今審査を進めておるということでございます。それが1点目でございます。でそれから基準地震度の以下の地震によっても壊れる施設があるんじゃないかと、でそれでまあその、どうなのかというふうなことでございますけれども、その発電用施設 その設計にあたってですね、一応その、まあ、それぞれの施設がどういう機能になっているか、まあ、よく我々が使ってますのが止める冷やす閉じ込めるというふうな言い方をしてますけれども、この その止める冷やす閉じ込めるというのは非常に重要な機能でございまして、まずはこの重要な機能というのがしっかり守られるということが大前提でございます。これを守ることによってまあその原子炉の反応を止めて、でそれからその余熱がありますのでそれをちゃんと冷却する、でそれから放射性物質が外に出ないように、まあ、しっかり閉じ込める、そういう機能というのが担保されると思っておりまして、でこれについては設計の中でしっかり見ていきますということでございます。でそれからそれ以外のですね重要でないというかですね、まあ、逆に言えばそれがその機能が仮になかったとしても、その止める冷やす閉じ込めるという重要な機能が維持されるかどうかということについてはですね、まさにそれぞれ その施設が持っているその役割というものをしっかり見てですね、でこれについてはこれが仮に失われても大丈夫だと、そのちゃんとしっかり原子炉が止まるとかですね、原子炉を冷やせるとかですね、そういったことをちゃんと別 その重要な施設を置くことによって確保しているというのが基本的な考え方でございます。私の説明簡単ですが以上でございます。弁護士の内山と申します。この後ろを見てください。これご存知かと思うんですけど、この記事ですね、愛媛新聞のですね3月29日の井倉さんの記事でございます。ご存知かと思いますけども、これはもちろん井倉さんという方はですね地震度評価のですね第一人者というか、むしろ日本の地震度強震度予測を作った人、ですからそちらがですね最も権威あるとされる方ではないかと思っていますが、その方がですね、まあ、いろいろ言っておりまして、まず1行目1段目のところの真ん中あたりにはですね、基準地震度は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われるがそうではないと言われていますね。でどういう値かっていうのが4段目のところに書いてありまして、まあ、570ガレは目安値と、でこの科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、これは地震の平均像を求めるものだ。まあ確かにそれはそれでよろしいですよね、もともとね。そこの点はよろしいですか、もともとは平均像を求めるものだというのが強震度予測の基本的な考え方というのは。すいません、今いただいてこの地震の平均像を求めるものっていうのがちょっとどういうことを先生おっしゃってるのかなとかよくわからないので申し上げられないんですけれども、はい、これごく普通に井倉さんのですね井倉三宅の式というのがあって、
モーメントマグニチュードと面積の関係式がありますよね。ある地震活断層を想定した時のどのぐらいの地震の大きさをが来るかという関係式ですけども、イルクラさんの式というのはまさしく平均像を示す式ですよね。それはご理解いただいてますか。その確かイルクラ先生の式は、まあ、いろんなそのこれまでに過去起きた地震のその断層の長さとモーメントマグニチュードの関係式で、はい、求めている映像です、はい、でちょっと具体的にですね、そのどういう形であの線を引っ張っておられるかというところまではすみません、私もちょっと知識はないんですけれども、ただあのその線から上に飛び出ているものはあるというのはあの見たところであります、はい、まあ、というかね、回帰式というやつですから平均を求める式なんですよ、うん、ね、でなおかつ実はそれをそれではまずい、まあ、もちろん 50% の地震がですねそれを超えちゃいますから、実際上その S を超えるのは当たり前のことだというのになると思うんですね。5つ超えたというのは当たり前のことなんですよ。でだけどそれを踏まえて中越沖地震を踏まえて、まあ応力効果で、これ応力効果で非常に大事だと書いてあるんですけども、平均像を求めるもので平均からずれた地震はいくらでもあると書かれていますが、それは当たり前のことでね、平均像ですから。で従来ね、もともと中越沖地震の前は、ある活断層を考えたときにそこで起きる平均的な地震で耐震設計をしてたということなんですよ、書かれているので、でそれでいいのかということがとても疑問なわけですよ。なんでそれでいいのかなというのがまず第一で、それを中越沖で 1.5 倍してもね、その過去の地震からすると4倍ぐらい離れるのはあるんですよ。もう一つの耐震スペクトルでも4倍離れるのがあります。 1.5 倍じゃ全然足らないというのが科学的な、まあ、イルクラさんはもちろんそれを分かっててこれ発言されているわけですよ、ね、まず第一にそもそもある断層から起きる地震の平均的な値でやってよいっていうのは何でですか。耐震設計がね、平均的な値でやっていい、半分はそれで超えても構わない、そういう耐震設計をやってたっていうことについてまずどういうことなのか教えてください。書いたんじゃないですか、平均像だって。まあ、こういうお話を井倉先生されているということだと思うんですけれども、まさに今おっしゃったようにですね、その中越沖地震 の地点なども踏まえて応力効果量 1.5 倍の効果とかですね、そういうようなまさにその断層 その性質、まさにこれ自然現象でございますので、その断層そのまさにそういう不確かさというものを基準地震動の中でも考慮するっていうことに関しては、これは多分ちょっとすみません、私の記憶があまりないんですけど、最新設計審査方針指針策定した時以降にそういうような考え方っていうのをどんどん入れてきているということだと思っております、はい、今もこの、基準地震動の考え方になってるんですか。ですね、基準地震度を策定するときに例えばこのどういう式を使いなさいとかですね、そういうことっていうのは我々は特に求めていなくて、でただその、そのあるその断層の長さですとか、あるいはいろんなものを想定したときに、そこに対してやっぱりその、それについては、まあ、不確かさがやっぱりありますので、その、例えば何て言ったんでしょうね、その観測に関する不確かさですか、まあ、まさにこういうそのこういうその式を離れたところで起きるとかっていう地震とかも当然あり得るわけですから、そういうその不確かさについては、そのまさに断層 その、設定をするときにですね、ちゃんと考慮してくださいということを求めているということでございます。今内山弁護士が聞こうと思ったことはちゃんと噛み合ってないと思うんで、もう一回聞きますけどね、先ほどのご説明の中でもですね、地震が過小評価にならないように断層の連動を想定したりとかですね、地下に増幅構造がないかどうか、そういったことも検討してるんだというふうにおっしゃいましたよね。それは基準地震度を超える地震が来ないようにするためですよね。そういう地震が起きた時には安全性が確認できなくなるわけだから。でところがですね、最も根本的な地震度を想定するところにおいてですね、これだけのその、不確実性がある、そしてそれをもうそのこの
基準地震動の策定のプロ中のプロだった飯倉さんが外れた当たり前なんだというふうに言い始めていてですね、なおかつですね、この今回の判決の後、揺れの強さが1260ガルを超える地震が絶対に来ないとは言い切れない、警告を発する意味では重要な判決だというこの判決についておっしゃってるんだけどね、もうここまでその飯倉さんが言ってたら、もうこれはこのそれこそ今やってる基準適合審査をやめなきゃいけないんじゃないの、もう一回これまで皆さんがその基礎にしてきたですね、耐震設計の根本的な基準地震度の定め方がですね、崩れてるんじゃないか、そこを今回のその、判決って言ったらちょっとなんか良くないと言っちゃいましたけど、要するに今回の福井地裁が言ったのは僕はそういうことだと理解するんですけれども、そのことを入倉さんもこの判決を踏まえて言ってると、彼がこういうことを言ってるっていうのはその規制庁としても無視できない状態だと思うんですよね。やっぱり まさしくこの基準地震度の設定方法を根本から見直すべきではないか、そういうことを決断するね、今回のこのことをきっかけにしてそういう決断がなぜできないのか、それを内村さん一生懸命言って、まずね、一番私が最初に質問したことについてお答えいただきたいんですよ。基準地震度は飯倉さんの見解は要するに海域値ですからね、平均的な値でしかないんですよ、ここに書いてある通りね。平均的な値で耐震設計していいという理由を教えてください。まずそこを答えてください。平均的なということは2つに1つは超えるんですよ。それでいいというふうに最初してたじゃないですか、中越沖が起こる前で。なんでそれでいいというふうに言ってたか教えてください。あるいはそんなこと今初めて聞いた、知らなかったなら知らなかったと仕方ありません。知らなかったなら帰ってからもう一度ね、そんなもんでいいかどうか検討してくださいよ。平均的な地震でいいっていうのはどうしてですか。言っておきますけど、大体それの4倍ぐらいは過去起きてますし、そんなもん何十年でも問題ですよ。いいですか。12、3万年だったら平均の10倍、20倍ぐらい来るんですよ、当たり前に、普通に。いいですか。今の 1.5 倍したやつの10倍ぐらいにしなきゃね、とても耐えられないんですよ。それがね、入倉さんの式の結論、あるいは対戦スペクトルも全く一緒です。まずね、平均的な地震でいいという、地震動でいいというね、理由を教えてください。耐震設計が、すいません、私の不勉強かもしれないんですけれども、その過去にそういうその平均像でいいというふうに考えていたかというどうかということについては、そこについてはすみません、我々としても、あと少なくとも私個人としてはですね、ちょっと知見を持ち合わせないので申し訳ないんですけれども、まさにそういうようなことも踏まえて、当然その平均像を超えてくるのは当然あるということで、それこそ不確かさというものをしっかり考慮するというのが今回の新しい基準の中にはしっかり盛り込まれているということだと思います。でもね、その不確かさというか 1.5 倍しかしないじゃないですか、地震暴力効果量、地震度の大きさは 1.5 倍超えるやつがどのぐらいあると思いますか。5つや6つに1つぐらいはあるんですよ。そこをどうして考慮しないんです。じゃあ半分に1つはやめました、6つに1つぐらいはいいっていうのはどうしてですか。耐震設計でなんで6つに1つがいいんですか。万が一にもっていうのは言い方判決ですよ。6つに1つ超えても構わないっていうのは基準地震動ですか。そんなもんでどうして耐震設計ができるか教えてください。ちょっと判決のところについてはともかくとしてですね、判決関係ないです、はい、ですよね。今おっしゃったですけど、飯倉さんの見解についてはお伺いしています、この暴力効果量 1.5 倍っていうのは不確かさの考慮のためのあくまでも例の一つです。そうですよ、はい、ですからそれは当然暴力効果量だけではなくて、はい、いろんなパラメーターについて不確かさを考慮した上で基準地震度を設定するということだと思います。そんなことは分かってますよ。だけど暴力効果量がね、6個に1個超えるような地震があるのに、なんでそんなもんでいいんだって聞いてるんです。他のやつは僕なんですよ、やりなさいよ、それは構いません。暴力効果量のばらつきが一番大きいんです。角度とかそんなもん大した関係ないですよ。暴力効果量が4倍になり8倍になり16倍になる、いいですか。今の基準地震度をね、安全にするんだったら今の基準地震度を10倍にしなきゃいけないんですよ。それが不確かさの考慮です。なんで3つに1つのが超えてもいいんですか、暴力効果量で。それがどうして不確かさの考慮として十分やってるか教えてください。ちょっと申し訳ないんですけれども、その
その合理効果量がその4倍とか8倍とか10倍とか超えた例っていうのを私はちょっとすいません、これまでの地震の中でですねちょっと知らないんで、申し訳ないですけど。あ、分かりました、はい、知らないのは仕方がありません、はい、じゃあ逆に例を教えていただけますか。帰ったらよく見てください。入りくらみ焼けの式を、すいません、入りくらみ焼けの式はあくまでもモーメントマグニチュードと断層長さの話で、はい、そうです、合力効果量ではないですよ、ね、ですからね、モーメントマグニチュードは、そこはね、断層の面積が決まれば合力効果量につながることは分かるでしょう。要するにモーメントマグチモーメあの、地震モーメントが大きくなった分合力効果量も大きくなるんですよ。当たり前じゃないですか。そういうふうに言わないでください。いいですか。すいません、そこはですね、モーメントマグニチュードとその、合力効果量、モーメントマグニチュードじゃなくて地震モーメント、はい、MO ですかね、はいですね、はい、だからそこをよく勉強してくださいよ。どうもあなたはまだ全くご存じない、ここで言われてね、あ、そんなことがあるのかと思ってるだけじゃないですか。そんなもんで今まで審査の事務局やってたんですか。ちょっと何とかしてくださいよ。あなたの知見をね、もっと増やしてもらわなきゃ、そんなもんで審査なんかしてもらっちゃ困るんです。いいですか。対戦スペクトルだってあれ平均像じゃないですか。そんなに知ってますか。対戦スペクトル平均像だ、そういうような資料は見たことがございます。見たことがありますじゃないんですよ。平均像だったらどれだけ誤差があるかをまず検討し、そこでもね、誤差の考慮をする、すなわちそれが不確かさの考慮とあなたが言うやつですよ。それは私たちに見ればね、不確かさの考慮じゃなくて、それは想定の誤差でしかありません。対戦スペクトルの図見ていただければ分かりますけど、プラスマイナス4倍ですよ。平均像の4倍の線が書かれていますよ。よくもう一遍帰って見てくださいよ。なんで4倍取らないの。え、それは計算上のね、最大値じゃないというふうに確かに入倉さんも言ってますよ。それじゃ困るんです。一応ね、起こりうる地震の最大値取ってくれなきゃみんな心配じゃないですか。最大の震度が起こる、それが基準地震動で確保されてるから安心だというふうにみんな思い込んでるんですよ。そうじゃないって書いてあるんです、入倉さんは。そうだとするとやっぱり最大の地震動でやってくださいよ。断層の長さ長くする、そんなもん後でもいいですよ。まず地震動の最大の長さ、最大の値でやってくださいよ。それをやらない理由は何か、それは分からない。あなたが勉強されてないんだったらしょうがないから、まあ、この場合はそれでいいですよ。でもよく勉強してね、地震動の最大値でやる方向で検討してください。それは少なくとも平均像の4倍になります。対戦スペクトルでも、イークラの式でも、調査委員会の方式でも、調査委員会の方式はちょっと知識が違うんでね、一部だけですから3倍程度にしかなりませんけれど、1.5 倍になったことでは、はい、今のね、話のまさしくその話の続きなんですけどね、ぜひとも僕は規制庁、規制委員会に持ち帰ってもらって検討してほしいのは、その過去にこの基準地震度を超える地震が、4原発で、4地震で5例を起こったということ、これは国会事故調の報告書なんかにも書いてあるんだけれども、それに対して規制委員会の委員の、島崎さんは大変不名誉なことだということはお認めになっています。だから本来こういうとはならないものだという認識はあるはずだと思うんですよね。だとすると、少なくともですよ、そういうことがこれだけの短期間の中でこれだけ起こっている、それが今までの想定手法にどこに問題があったのか、それを規制委員会真っ先に検討するべきだと思うんですよ。それについてちゃんと科学的な検討を行い、それについてのレポートを出して、今までのどこが間違っていたのかということをですね、きちんとはっきり結論を出して、その上でなければ僕は安全審査は続けられないはずだと思うんです。先ほどから内山が言ってるのはそういうことなんです。ぜひだから、これだけですね、はっきり指摘されたわけですから、この点をその規制庁、規制委員会に持ち帰って、なぜ基準地震度を超える事象がわずか10年の間に5例も起きているのか、それについてですね、科学的な検討を始めてほしい。それについてはここで確約できませんか。まさにそういうような教訓を踏まえて基準地震動 の, 設定というその新規制基準をですね、他の専門家の先生も入れた検討チームで議論してですね、それで、作っていただいたということだというふうに思ってございます。でそれも踏まえて我々としても、しっかりとやっぱり審査をやっていかなきゃいけないなというふうには思っております。
あと一応念のために申し上げておくと、多分内山先生よくご存知だと思うんですけれども、あの五稜郭のところは当然その、地震モーメントだけではなくてアスペリティ面積とかいろんなパラメーターが絡んでまいります。ですから、まあ、そのパラメーターをあの審査の中でやっぱりしっかり見ていかなきゃいけないという、これはあのまたあの我々としてもおっしゃるとおりだと思います。でこれはあの我々としてもしっかり審査の中でやらせていただきたいというふうに思います。ね、今あの新基準でしっかりやってると言ってますけどね、基準地震度については適切にやるしかないじゃないですか。基準らしい基準何もありませんよ。適切にやるなんてのどうして基準であるんだろうなと思います。いいですか。 あなたが言うように面積の問題もあるんですよ。単なる4倍ではありません、面積だって 22% でやってます。いいですか。 21.2% アスペリティの面積ね。だけど実際にはその半分のもの、半分以下のものもあるんです。面積が小さくなると応力効果量、要するにエネルギーがね凝縮しますからね、大きくなるんですよ。掛け合わせるとそれだけでも8倍になっちゃうんです。まあ、そういう買っていいかどうかって問題もあるかもしれませんけども、面積だけでも2倍なんです。 1.5 倍で済まないんです。いいですか。ルノイ市長南部地震はね半分になってるんですよ。ルノイ市長南部地震のモデルは。いいですか。現地に起きた地震のモデルでね、面積は 22% じゃありません。実際そういうふうにモデル化されています。それがもう一つルモイ市長南部地震が大きくなった原因なんです。それはそれとしてね、あれは単なるモーメントマグニチュード 5.7 でしかありませんよ。で基準でどうなってるかといえば 6.5 未満の地震が起こるかもしれませんと書いてありますよ。 5.7 の地震でハギトリ波と言われているのが585ガルですよ。わかりますか。 5.7 で585ガル、ほとんど あの原発でね最大値になっちゃったんです。すでに 5.7 で 6.5 未満だったらどうなってなるかっていうのをねちゃんと計算していただきたいと思ってます。私の方で計算すると大体7倍になりますよ。それだけでいいですか。 5.7 のモーメントマグニチュード 5.7 の地震で585ガルに達しちゃった。基準で新基準でどうなっているか、 6.5 未満の地震が起こるかもしれません。まあ、2つありますけどね、 6.5 未満の地震を想定します。じゃあなんで 5.7 の地震が 6.5 になったらどれだけ増えるかということを考えないんですかね。結局どこの原発でも留萌市長南部地震の585ガル、ちょっと増やして600-620ガル、そこまでは耐えられるように作るなんていうことになってるじゃないですか。限界でもどこでもそんなもんで耐えれるってのはどうしてですか。留萌市長南部地震に耐えれればいいなんて話になりようがないはずなんだけど、 6.5 未満の地震でどうなるかってことをその留萌市長南部地震で考えないか教えてください。次に5.7 で5.7 で585ガルになっちゃうんですよ。5.7 って分かっていいですか。 5.7 っていうのは 5.7 っていうのは 6.5 の16分の1の地震なんですよ。 ね、それで16倍の地震の時どうなるかってことをどうして言わないのかなという、それを教えてください。個別の採点についてはちょっと審査中なので何とも申し上げられないんですけれども、まあそういうその震源を特定して策定する地震度を考慮するときに、少なくともその国内で今まで起こったようなですね、そういうその事例というのはちゃんとしっかり踏まえて策定するということを求めているということですね。まさにそのマグニチュード 6.5 未満の地震で地表にその断層が現れなかったような地震というのがやっぱりありますので、それって申し訳ないけどそんなに難しいこと言ってるんじゃないんですよ。マグニチュード 5.7 で580でしょ。でそして、まあ、皆さんは毎日 6.5 までは想定しなければいけないって言ってね、 6.5 未満までは想定しなければいけないって言ってるんだから、マグニチュード 5.7 の16倍の地震の時にね何ガルになるかっていうことを決めて、このガル数までは全ての原発が耐えられるようにしなければいけないっていうふうに考えるのが普通の論理的な思考でしょうということを内山さんが言ってるだけだと、僕はその通りだと思う。それは何も難しいことではなくて、通常の科学的なその推論をする頭があればですね、必ずその結論になるはずだというふうに言ってるんですよ。
そうでない結論になるんだったら、その理由を説明してくださいって言ってるんです。難しくないと思います。雨漏りの地震というのをまさにそのマグニチュードだけ置き換えてですね、単純にその 6.5 っていうふうにするのが妥当なのかどうかということは、ちょっとそこについては何とも申し上げられないと思うんですけど、単純にですよ、それを掛け合わせるだけっていうこと、手法がそれからその適当なのかということについては、ちょっとそこについては私も何も今ここで申し上げられることはないと思うんですけれども、いずれにしてもそういうその、地表に断層が現れるような地震というのは適切に考慮してくださいということは基準の中では入れておりますので。それは分かってますよ、そんなことはね。で、 6.5 未満って書いてあることもご存知でしょ。 6.5 未満だったら最大どこまでなるかってことはでも検討してないじゃないですか。留萌市長南部地震で、どうするかってのはあるでしょうけど、少なくともそれより大きいことになるはずなのに、留萌市長南部地震に耐えれればいいっていうことになってるじゃないですか。あるいは中越沖地震に耐えればいい、ちょっと繰り返しになってるんで3番の話進めた方がいいかもしれませんが、なかなかこういう機会がありそうでないかもしれないので、私の単純な頭も今の議論は分かるわけですよ。で、一番 その1260ガルを超える地震を想定しているかという部分と、2が問題になりましたよね。これまでも想定した基準地震と超える地震が実際に起きていると。だから私もその最大というか起きうる限りの地震、あるいはこれからもっと今まで起きなかったような地震起きることも前提に、それに耐えられる原発でなかったら、原発事故が起きたら大変なことになるわけじゃないですか。だから規制庁が今やっている地震の規制基準を見直してくれ、再検討してまた報告してくれ、これはどうですか、約束してくださいますか。それについてはちょっと私から今この場ではお答え申し上げることはできないと思ってます。そこまでのさすがに権限は今持ち合わせておりません。権限は持ち合わせてないかもしれないけれど、言ってる意味は分かりますよね。ですからまさに先生のご指摘とかですね、あるいはその今ジョン・デゴシとかおっしゃったようなことについては、当然私の組織の方に持ち帰ってですね、報告させていただきます。分かりました、はい、つまり今まで超えている地震が起きていると、でもっと超える地震が起きるかもしれない、でその地震の設定の問題に関して規制庁でどんな議論をしたか、持ち帰ってどういう議論をしたか教えてください。はい、お願いします。もうちょっとそろそろ時間もあれなのでね、3番に関連して言うとですね、僕の理解によると、そのこの 3.11 のですね、地震と原発事故が起きた後、指針の見直しの過程でですね、地震の時の共通原因故障に配慮した指針の見直しとか、それから耐震重要度分類について、例えば外部電源について耐震重要度分類を見直すべきではないかとか、そういう議論が行われたと思うんですよね。でそういうことも検討するというふうになってたんだけども、最終的に出てきた指針を見るとそのといったところは全部飛んでしまってですね、結局元の木阿弥みたいな状態になっているというのが僕の理解なんですけども、この今言った、少なくとも地震時の共通原因故障も見込んだようなその指針の見直しとか、耐震重要度 分類においてですね、安全上、かなりの重要性を持つような、部分、今まではその部分をかなり低いクラスに指定した部分を上げるべきじゃないかという議論、こういったものをですね、やっぱり、今回のそのようなその福島の事故のようなものを繰り返さないためにはきちんとやるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、指針についてどうしてそこが見直しができなかったのか、今後もやる予定はないのか、そのあたりちょっと説明してもらえますか。まず1点目の共通原因故障のところでございますけれども、まさにこういう地震とか津波、特に3・11の教訓としてはまさに津波の想定が甘かったですとか、そういう水に対するガードが甘かったとかですね、そういったこともありましたけれども、そういうまさに共通原因故障に対する対処ということで、まずはその設計を
しっかりやっていくこと、設計レベルの DBA に対してしっかり対処していこうということで、自然現象のその想定というのをまさに厳しく見直しをしているというところが一点でございまして、で、まあ、その上で、そういうその基準事象を超えるような事象が発生してですね、その炉心損傷に至るようなことがですね、をできるだけ防止するように、そういうシビアアクシデント対策というのを設けているということでございますというのが、でそれから2点目 の、 その、分類のところですけれども、これについてはですね、一応武田先生も確か基準を作った時にですね、重要度分類の見直しとかですね、そういったところについてはちょっと長期的な課題として整理をしたいというふうなことを私はおっしゃったかと思っております。ちょっと具体的な検討についてはまだ志村さんちょっと直接たぶんじゃないんですけども始まってなかったということでしたが、そういう状態では、今回のような事故を二度と起きないというレベルでの安全性を保証できないことになってしまうと思うんですけど、どうですか。そこは今渡辺からご説明した通りですね、シビアアクシデント対策につきましては、設計基準事項の対処設備のですね、安全機能が仮に失われた場合においてもですね、原子炉を適切に停止し、冷却し、閉じ込めるというような機能が損なわれないことを求めているという状況でございます。で、従いまして現在審査を行っておりますけれども、そこでは重大事故等の有効性評価は事業者が行ってございまして、当然その格納容器の健全性が仮にシビアアクシデントが起きたとしても健全性が保たれるというような評価につきまして、現在審査を行っているという状況でございます。すいません、また内山の方からお尋ねしますけど、今度の基準には大規模損壊というものを想定されてますよね。大規模損壊でも健全性は保たれるというご考えですか。大規模損壊につきましては、例えばその格納容器がですね、大規模損壊が発生したときに、仮にその格納容器がですね、破損したときにでも、事業者に対してちゃんと対応が取れるように手順という対策を求めているところでございまして、それにつきましても現在審査を行っているという状況でございます。いや、ですから大規模損壊が起こった時も健全性が保たれるのって起きているんですよ。対策として水をかけるとかね、かけるとか人員配置するくらいしか書いてないんですけども、結局大規模損壊が起きても原子炉の健全性を保たれるというお考えなんですか。現在事業者が出しているあの申請におきましては、大規模損壊時には格納容器が損に至ります。で、その場合にもその対策等々の手順を定めるということでございまして、その内容について今審査をしているということでございます。すいません、後藤と申します。過酷事故の問題はですね、私の理解するところ、設計基準を超えた状態を考えておりますので、確かに格納容器がどこまで持つかというのが一つですね。それについてありますけど、もっと大切なのは、格納容器がシビアアクシデント状態になったときに、他のファンクション、他の機能は全部健全であると言えるんですか。チェックされてます。繰り返しになりますけれども、その我々が今基準上求めていることはですね、シビアアクシデントが発生したときに、そのシビアアクシデントが発生したときに格納容器の健全性が保たれることを求めているということでして、今この内容につきまして審査を行っているという状況でございます。ですから格納容器は一つの評価あるんですけど、置いておきましてね、冷却格納容器が損傷劣勢状態になったときに、例えば冷却機能を持たそうと思ったと、だ冷却機能がちゃんといけるか、例えば今回の福島の事故でいくと SR 面の圧力容器の圧力が高いのを低くしたいと
SR 弁を吹かそうと思ったけど、実は格納容器の圧力が上がってたために SR 弁が吹かなかった。これは私もびっくりしたんですけど、ね、SR 弁を設計してる人間がそう言ってるわけですよ。設計条件を超えたというのは作動しないと当たり前だと言ってるんですよ。ということは何かというとですね、設計条件で設計したものをシビアステッド状態になったら機能しないのが当たり前であって、少なくとも全部チェックする、つまり設計条件をですね、見直せってことにしてるんですよ。 SA 状態において設計条件、普通のその設計条件ではなくて SA 状態において全てのものがその必要な機能が全部満たしていることをチェックしなきゃいけないのは当たり前ですよね。それは全部やってるんですかって言ってるんですよ。あ、機器について、計測機が全てです。一応ですね、そのシビアアクシデントに至るというその前提として、まあ、例えばその ECCS の注水が失敗したとかですね、あるいは格納容器のスプレーが失敗したとか、まあ、そういうような過程を置いてですね、評価を行えるということが基準上の要求になってございますので、まあ、事業者はその前提のもとにですね、今解析なり評価なりをしているという状況です。その対策をしてシビアステント状態で、じゃあこれダメだから対策をしました。じゃあその対策の条件は何ですか。圧力温度はどこまでのことですか。それを評価してますかと。格納容器については最大使用圧力とかっていうのが、まあ、ありますので、まあ、当然その圧力を超えないようにとこういうことは求めてございます。で、今その事業者は、まあ、そこには至らないというふうに評価してございますけれども、まあ、その妥当性について審査をしているという状況です。妥当性って言葉をどうしていらっしゃいますかね。一つは格納容器が本当に 2PD200°C って本当に妥当かどうか、これ疑問があります。正直福島の事故があります。これちょっと今の状況と違うんですけどね、水素を今漏れる可能性があるとか、温度に対する問題を考えた時にどこまでかっていろいろあります。まあ、それは一つですね。もう一つは今申し上げたら黒いようですけども、設計条件を超えた状態でじゃあ格納対策をやりました、じゃあその有効性というのはどのようなことで意味で有効性ということを評価しているのかとかをしている。圧力温度もあるいは条件も分からないままそのまま機能するとか作業ができるか、そんなこと何も言えないでしょ。ただつけた、物をつけたから機能するっていうのはそれはおかしいですよね。事故ってそういうものじゃないですよね。物はついてるけど残念ながら機能しなかったら事故になるわけです。それは福島のところでごちゃまんとそれやってるわけじゃない。いろんなこと分かってきてる。そんなにそのことを正面からね、もちろん考えていらっしゃると思うけど、正面からそういうことをやってないとしたらですね、これは規制委員会とか規制庁としては怠慢以外の何者もなくなってしまうんですよ。当然やってらっしゃる。だから起きてるんです。条件はどういう条件でその作動するかしないかを確認されてるのか、これは一番大切なことなんです。知り合ってるので、までというのは、まあ、今審査を行っているところですけれども、例えばその水素燃焼の今お話が出ましたけれども、まあ、それにつきましては、例えばその 13% っていう、まあ、目安があってですね、でその 13% を超えるとその、まあ、核合に至る可能性がありますというような話もありますし、まあ、今その事業者が出してきた、まあ、事業者は当然その 13% いかないというようなまあ評価をしてますので、まあ、その点についても見ていくと。で、当然その対策としてですね、まあ、格納容器にその、まあ、非常用 そのポンプをつけてですね、スプレーをして、まあ、格納容器を守るっていうようなこともしてますけれども、一応そういう前提で今事業者は評価をしてきております。で、まあ、そういう前提がそもそも正しいのかどうかというのとか、まあ、そもそも解析行動とね、本当に、適用性があるのかとか、そういうようなことまで含めてですね、まあ、審査をしているということでございます。審査してるのは分かるんですけどね、今シビアクテントの状態というのは評価上ですね、先ほど地震のあるのがいて安全率になるので不確定性についてのファクター載ってないんですよ。全然少なくとも社会的な意味ですと、通常社会通念的な意味で物が壊れるというのは大体倍を見るとか3倍見るとかいろんなファクターを考えて設計してます。社会的な約束なんですね。原発においてはシビアアクセントにはね、それ載ってないんですよ。そうすると 12.5% ぐらいの水素が増えますで、ある論文で出てますね、科学の論文で出てますけども、それに不確定性を考えると 13% 確実に増えちゃうじゃないか
大体そんなものでコンマ何パーセントか 1% かそんなほどはおかしいと、少なくとも、ね、数十パーセントのほうでは見るべきだというのは、これは実は常識なわけですよ。そういうことを、ね、考えないで、その規制のほうで考えている方の、ね、そういう幅、いろんな幅ですね、そういうことを議論された上で、その適合性というのを考えるべきだと思うんですが、当然、それはやられてるんでしょう。どういうふうに考えてるか。まあ、あの水素燃焼につきましては、例えばジルコニウムとその水が反応した、反応をする、まあ、どれだけ反応するかということですけれども、まあ、これは事業者 の計算結果によればですね、まあ、マークというコードを使っているんですが、まあ、それは大体3割から4割ぐらいしか出ないんですけれども、まあ、それを例えばそのブッシュ側にですね、75% まで反応すると。ということで、まあ、評価してくださいというような形で、まあ、かなり保守的に立っているというのが、まあ、一点でございます。で、二つ目に今不確かさというお話がありましたけれども、これは基準上もですね、不確かさを考慮しても、まあ、事業者が解析をするときに必ず誤差とかですね、不確かさっていうのは出てきますので、その不確かさを考慮してもその大丈夫であることっていうのはその基準を求めてございます。で、その不確かさがどれぐらいかっていうのは今その審査の中で見ているという状況でございます。不確かさのというものがあるわけですね。その時に技術的な問題っていうのは、安全を考えるというのは、例えば沸騰水型でしたら水素が怖いから窒素を浮遊したでしょ。これは何かといったら作動しないとか、小さいから一気にいっちゃうとか時間がないとか、そういう観点から窒素浮遊してるわけですよ、水素爆発に対して。つまり水素が発生しても窒素があれば窒素で満たされるから大丈夫だよ、こういう考え方ですね。沸騰水型はですね、それを計算でね、あるいはリコンバイなんか装置をつけてる、装置がどう働くかというと、例えば1時間あたり処理レベルで 1.7 キロとかそんなものでしょ。大体何百キロの動画で出るときにね、 1.3 キロね、時間あって、そんな処理量でね、なんかできるかと思えないんですよ、今。それを計算をやって容量が大きいからっていうのはですね、それはですね、科学的に本当に、ね、その可能性があるとしてもですよ、でもいろんな状況を考えるととても恐ろしくて、そのことできない。当然完璧なと言いますか、水素に対してはこれで大丈夫だということを考えるべきであって、その対策になってないというふうに私にはそういうふうに見えて仕方がないんですね。それでしたら窒素を浮遊してみたらどうですか。まあ、水素燃焼の問題につきましては、まあ先生ご存知の通り、炉心の溶融が始まってからですね、急激に水素の濃度が上がることになりますが、現実問題、まあ、パーのですね、要は水素結合装置の、まあ、機能というのは、まあ、1時間あたり、まあ、1台あたり、まあ1キロとか2キロとか、まあ、そういうオーダーなんです。で、現在の事業者の評価を申し上げれば、基本はですね、格納容器っていうのは BWR よりも大きいということがございますので、まあその格納容器の、まあ、自由体積大きさを考えれば、まあ 13% にはできませんと。で、他方そのジルコニウムと水の反応による水素以外にもですね、実際に炉心が溶け落ちますと、水素の発生が、ジルコニウムと水 の反応による水素の発生というのは止まりますので、その後は冷却水と放射線による水素というのが増えていくわけです。で、それにつきましては、まあ、要は水素結合装置によって水素を減らすことができるので、結果的に 13% にいかないというようなことを事業者から聞いています。すみません、議論を合わせなきゃいけないと思いますけども、今話は水素の話で、事業者は、基準が 13% を超えてはならない水素がね、水素爆発を防ぐために、事業者が出したのは 12.8% まではいきますという話で、でただ、解析の不確かさを考慮すると、13% を超えるのではないかという指摘がなされて、解析のコードのチェックなどをするようにという要請がずっと出てるんですけど、それをしてないと。それから今後藤さんが言われたのは、窒素を封入するというもうちょっと根本的な対策を打つべきではないかというような指摘だったと思います。それから入倉さんの話は、もともと柏崎の中越沖地震で、その入倉さんの出した値に対して6倍の揺れが実際に観測されたというところから始まって、で確かその断層の特殊要因で
4倍までは説明できるけども 1.5 倍はどうしても説明できないというところで、オール効果量のその不確かさとかそういう議論が始まったと思うんですけども、その時やっぱりその内山さん言われたようにね、そもそもイリクラレシピに全面的に頼るようなやり方でよかったのか、要はイリクラさんのやり方をそのままただ採用してるだけいうようなやり方で、どうしても説明つかないのいろいろパラメーターのせいにしちゃいますけども、それでよかったのかっていう問題が改めて提起されてるんだと思います。で竹村式っていうね、また別の式があって、それは日本の地震の経験式を取ると大体でもイリクラさんの4倍ぐらいの値になってしまうとかね、いうこともあって、ですからイリクラさんもこれは平均像に過ぎないって言ってるわけですの で、で原発は平均像でやっても困るということ で 1.5 倍って言いますけども、 1.5 倍を考慮、不確かさとして考慮すると他の不確かさは考慮しないというやり方を規制庁規制委員会は取ってますよね。だからその意味でもいろんな点で不十分だと思います。だから入村さんが不十分であれば一律に4倍をした上で、そこからさらにそれぞれの原発の状況を考慮するなりですね、そういったやり方をしないととても十分だとは言えないというふうに思います。ちょっと時間がないので一言一言と、弁護士の鹿島と申します。質問事項のカッコさんに関して、簡単な質問させていただきたいと思います。福島第一原発事故では、地震によって外部電源設備が、壊れたと思うんですが、新規制基準下における外部電源設備の、耐震設計上の重要度分類は、どうなっていますでしょうか。耐震設計上の、外部電源の重要度分類は、事業者が一応分類してくることになってますけれども、基準上だと、外部電源設備はその他のものというところに分類されるはずです。そうすると、基準地震度 SS の地震度に見舞われた場合には、外部電源設備はどうなるんでしょうか。どうなるかっていうのは壊れるかどうかということですよね、はい、そこはわからないとしか言わないんですけど、壊れる可能性があるということですか。わからないということです。壊れないという保証はないでしょう。基準地震度、その地震度に耐えるように設定するということですから、まさにその C クラスとして その地震力に対して耐えるように設計するということなんで、設計上は、そこまでが担保されているということなので、まさに壊れるかどうかわからないということです。私は外部電源設備をですね、Sクラスにした方が安全だと思うんですけれども、その点についてはいかがで、どうお考えでしょうか。その安全というと、ちょっとどういうところで見るのかというところなのかなと思うんですけれども、まさにその、今の考え方は、まさにその溜め冷やす閉じ込めるの重要設備というのを設計事象に対してしっかり守っていくというのが基準の前提になってまして。それはその例えばその外部電源が失われた場合には重要発電機で担保するとかですね、そういうような形になっています。ちょっと質問が悪かったので、質問訂正させていただきますが、外部電源設備のですね、耐震設計上の重要度分類を S クラスにした方がより安全になると思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。すいません弁護士の笠原がその点について補足します。外部電源を S クラスにしない積極的な理由というのは何かあるんでしょうか。積極的な理由、まさに先ほど申し上げたように外部電源が仮になくなった場合でもその、少なくともその基準地震動に対しては非常用電源設備で電力供給を担保するという考え方になっているということでございます。すいません、ちょっと次の予定があるので、申し訳ないんですけど、一番よろしいです。Sクラスにしない積極的な理由が特にないということでよろしいですね。私の答えは先ほどの繰り返しでございます。約束のお時間が来ているようですから、本当に今日は、かなり厳しいご質問をしましたけれども、二度と
福島のような事故を起こさないためにしっかり規制していただいて、この原発本当に安全性が僕は確認されない限り起こしてはいけないというふうに思いますので、頑張って処理してください。以上です、はい、どうもありがとうございました。じゃあ真ん中でどうぞ。あ、どうも、参議院議員の野良井の山本太郎です。よろしくお願いします。いや、本当に県立の皆さん、そして、本当にもうこれに参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。力もらいましたよね、これね。いやだってこの原発の事故があってからなかなか勝利体験というものを味わうことができなかったね。もう本当に不条理ばっかり押し付けられて勝利体験というものを手に入れられなかったっていうところに本当に一筋の光のように降ってきた、この今回の勝利、まあ、すぐにまだ次の裁判が始まるという話ですけれども、でもこうやって全国的にいろんな、全国的にこう再稼働されるっていう場所場所でこのような戦いが行われればこれ繋がっていきますよね。これでも今のところ残念ながら722人いる国会議員の中で、ね、この原発についてもうすぐだろう、すぐやめなきゃいけないだろうっていうような思いを持ってる人っていうのはなかなか少ないんですよね。多くはない、多数派じゃない。でもここにブレーキをかけるのがやっぱり皆さんの市民運動なんですよね。残念ながら政治のことを国会でしっかりやらんかもちろんのことなんですけれども、残念ながら結構魂売ってる方が多いんですよね。その中でいい加減にしろよって、誰のための政治だってことをやっぱりもう一度皆様方に大きな声を出していただくということが本当に原発即時撤退ということにつながっていくんだと思います。力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日いろんな方に来ていただいてコメントしていただこうと思ってますけども、ちょっと時間の都合で先にですね、福島老朽原発を考える会の坂見さんから説明、先ほどの規制庁とのやり取りも踏まえて一言コメントをお願いしたいと思います。福島老朽原発を考える会の坂見といいます。この判決には非常に勇気をいただきました。万が一の危険があれば、それで差し止めの要件になる、電気をどう作るか、あるいは貿易赤字がどうだ、電気料金がどうだという問題よりも人格権ですね、私たちがどう安全に安心して生きて暮らしていけるかということをもう当然優先されなければならないという、まあ当たり前のことなんですけども、それがなかなか当たり前として通用しなかった。また判決は福島原発事故を真正面から見据えたなと思います。その中で実は今日現れたその成長のイベントはもう随分何回も議論しています。そんな中で製造規制委員会は福島原発事故を見据えた形でそれを踏まえて新規制基準を作ったかというふうに言ってますけども、実態上は今日も議論になってますけども、基準地震動で言えばその、入倉モデルですね、入倉さんの作った式ですね、これは中越沖地震で、柏崎刈羽原発は、6倍も揺れてしまったんです。まあ、その時点で入倉さんのやり方っていうのはもう、破綻をしてたはずです。で確実なのは6倍も揺れた。でそれをなんとか関東が4倍までは説明できたけども、どうしても 1.5 倍は説明できないので、それを不確かさの効力として残したというだけなんですけども、ただその代わり 1.5 倍というのを考慮すれば他の不確かさは考慮しないという形で、結局は不十分な状態が続いているということだと思います。で先ほど言ったように津波ではですね、竹村式とちょっと別の式を使ってまして、これは日本の地震動を中心にこう経験式を組み立てたんですけども、そうすると入倉式の地震モーメントですかね、が4倍になるというようなものも出ています。まあ、そういう意味ではで入倉さん自身が、平均増だと言ってまして、でこれは今日はなんか初めて聞いたような顔してますけども、もう何回も何回もその話はしてるんです。そういう意味では
当にこの今の基準地震の作り方そのものがその使っているんですね、一番の根っこになる式そのものがですね、非常に怪しいという状態が再確認されたんだと思います。それから水素爆発の問題が問題議論になりましたけども、まあ、水素爆発については、13% を超えると水素爆豪といってですね、もうさらに音速を超える爆発になって非常に破壊力大きい爆発を引き起こすということで、それを基準値として設けたんですね。ところが関西電力が出してきた値は 12.8% で 13% に下回ってるから大丈夫だというんですけども、ギリギリですし、それから使ってるのは全部経験式ですね、解析の式を使ってるだけ でその解析式そのものが不確かさがあると、でそれが 2% を超えて、そうするともう超えてしまうではないかというのはこちらも何回も、議論をしているわけですけども、それでもですね、例えばその解析を違う機関でこの再チェックをするというようなこともしっかりとやらないという形で審査を通そうとしているいうような状況です。で、で後藤さんが言われたように根本的な対策はあるにもかかわらずそれを手を打とうとしないというのが今の状態です。それから福島との関係でいうと、福島では汚染水の事故が今まさに起きています。で、規制庁は格納容器が健全で保たれることを要求して、でそれだけではなくて、万が一格納容器が破れた場合にその放射能を大量に出さないような対策を講じるよという要求をしています。でところがですね、その機体上のガス状のものは出た輸送艇だけ でそれに対しては放水法って水をかけて、拡散しないように撃ち落とすみたいですね、そういう対策を取らせているんですけども、ところが福島で起きたようにですね、下の方の格納容器の下部が破れて、で、冷却水がそのまま外が出てくる、でそれが汚染水になって、その、まあ、湯を汚染するというような事態は新規制基準では要求をしてないんです。で、これは当然福島の経験を踏まえるならばそういう要求をしてしかるべきだということをこちらは何回も言ってるんですけども、全くこの、福島の事故で今の汚染水の、非常に問題のある状況について真正面から向き合うとしないという姿勢が変わらず続いているんだなというふうに思います。それからこれはちょっとちょっと大分離れるんですけども、大分判決が出た日にですね、もう一つ重大な事実が出てます。それは何かというと、原子力規制委員会が定例会合をやった後、記者会合をしています。で記者会見は、仙台原発、今後の運動の話になってくると思うんですけども、仙台原発の火山の問題です。で火山 の審査については、今回ね原発で地震だけでなくて津波の大きな被害があったということで津波の審査会ができました。それから、火山についてはほとんどこれまで規制がかかってなかったんですけども、火山の審査ガイドができました。それから、火災の審査ガイドができました。で厳しくしましたよと、言うんですけども、ところが、今仙台原発大きな火山リスクを抱えています。で審査がどうなっているかというとですね、桜島がありますね。で桜島っていうのは実は小さな火山で、錦江湾全体が一つの、北側の鹿児島湾ですね、あれ全体が一つの大きな火山アイランカルデラって言われるんですけども、でこれが数万年に1回、巨大噴火を起こす。でここが巨大噴火を起こせば、周り100キロぐらいが火砕流で、もう全滅状態になって、日本中に火山灰が降るというですね、そういう大きな危険があって、で仙台原発はその近くに位置しているわけですね。でどうなったかというと、そのアイランカルデラは今現在活動中です。でなおかつ火砕流が起きれば原発に届くということがあって、で地震でいけばね活動性が認められて、なおかつそれが動いた場合に原発に重大な被害を及ぼすとなれば、その時点で立地不適になるはずです。で敦賀原発はそういう状態になっています。ところが火山についてはそれでもまだ動かそうとしてまして、でその前提は前兆の把握ができて事前対処ができるということが前提なんですね。でところが21日の記者会見で、
規制庁は、まあ、この間火山学者がいろいろね、本当に全庁の把握なんかできるのかという問題提起警告が相次ぐ中で、規制庁は全庁の把握は完全にはできませんということを認めるような発言をしています。それから国会に福島みずほ議員から の質問収集に対しては答弁書でもですね、全庁の把握ができる場合もあるというね、あのような答弁になっています。できる場合もあるということは当然できない場合もあるということになると思うんですけれども、そうなると全庁の把握ができないという前提に立てば、地震と同じように立地不適としてしかるべき状況に今なっています。ところがそれでもですね、田中委員長はその脈絡とは全く切り離して、再稼働の後に火山学者にいろいろ集まってもらって、そのモニタリングをもっと精密にやるためにはどうしたらいいか、なんか前兆現象で異常が捉えられたら規制庁はどうしたらいいんだろうってですね、そういうことを議論してもらうという非常にのんびりとしたというかですね、とにかく再稼働は別にして、何か議論しようというような非常に不可解な、動きになっています。まあ、そういった点でも、その仙台原発の問題含めてですね、この規制庁、規制委員会の規制のあり方というのは、もう根本から、問い直さなければいけないという状態だと思います。以上です。はい、ありがとうございました。坂上さん、ちょっと時間の都合もあるということで、先にお話をしていただきましたけれども、改めてですね、今回の、大井3、4号機の差し止めの裁判、この判決の意味について、脱原発弁護団の川合弁護士の方からコメントをいただこうと思います。よろしくお願いします。弁護士の川合でございます。福井、それから金沢の弁護士さんたち、非常によく頑張ったと思います。ここにいる僕や会堂は関係ないと思うんですよ、関係あるんです311以降でですね、私は日本中の裁判官の考えが変わったはずだと思ったんですね。でそれは今までご存じのように原発安全安心キャンペーンに属されていた裁判官も目から鱗が落ちたはずだと。で当時ですね、もう原発裁判は停滞しきっていて、大間原発と浜岡原発とそれから島根原発の差し止め訴訟しか継続していませんでした。でよし、じゃあもう一回やり直そうと、僕らがって国民がなんだやっぱり原発が安全安心じゃないんだってことが分かったと同じようにですね、裁判官も分かったはずだと、もう一回裁判官に問い直しをしよう、良心的な裁判官もいるはずだ、もしくはみんながそうなったはずだって僕は思ったんですね。それで日本中の弁護士さんたち、今まで原発裁判を手掛けた弁護士さん、関心ありそうな弁護士さんに全員に呼びかけたら、団体加入も入れて300人以上の弁護士が集まった。でその中の、その中の重要な一部がこの方たちなんですね。で今まで、原発訴訟はですね、孤立した戦い、もう本当に大変なもんだから連帯したり情報交換したり情報共有したりする余裕がなかったんですね。ただそうだな、統治下にこもって前に機関銃撃ってるような戦いだったんです。横の連絡なかったんです。でこれじゃダメだ、みんなで情報共有しようっていうふうに呼びかけて、みんなガッと集まってですね、で、シュガーシンクなんていうのを作ってですね、そこにアプローチすれば、クセスすれば、訴状も準備書面も証拠もみんな共通に使えるような体制作って、で新人でもですね、ちゃんとした訴訟ができるように仕掛けを作ったんです。でみんながどん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 参入できるようになっていって、そしてそのうちの、まあ、結果的に一番重要な訴訟はこの訴訟だったんですけども、今は日本全国にですね、その脱原発弁護団全国連絡会っていう、の私と会長さんが共同代表を務めているその弁護士たちが日本全国で戦っています。まだ訴訟が起きていないのは東通りとですね、女川だけです。それ以外の原発には全て私たちの仲間が差し止めを目指して戦っています。そのことをぜひ知っていただきたいと思います。そして、昨日おとといの判決に勇気を得て、やっぱり俺たちもやる、今までいろいろ考えていて
だけどヤングというふうに言ってくれたのが女川です。で、女川の小野寺真一さんという弁護士がついに立ち上がります。で、周りにもやっぱり一緒にやりたいという弁護士がいっぱいいます。そして多分その東通りも近いので東通りも起こすということになります。そうすると日本全国すべての原発について差し止めの裁判が起きるということになります。で、今日皆さん特に原子力規制委員会の規制庁の連中との私たちとのやり取り、特に内山さんや坂上さんや後藤さんのとのやり取り見てですね、まあ難しいなと、もうよくわかんねえなと思う人もずいぶんいたと思います。心配はご無用でございます。今回の裁判長はですね、今日みたいなああいう難しい議論は一切やってない。いいですか。例えば5つの地震云々っていう話があったでしょ。で、どうして超えたんだ、どうあったらこうだったっていう話して、判決にこう書いてあるんです。全国で20カ所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震を超える地震が平成17年以降10年足らずの間に到来しているという事実を重視すべきは当然である。釈迦の説法ヘストツ、いや100日の説法ヘストツって言うんですけど、いろんなこと言ったって結果的に間違ってるじゃん。そんなことで今までの基準でいいわけないでしょ。で、今度新しくちゃんと基準作り直したんですか、いやあんまり変わんないんですって、あって関連が答弁したもんだからこれ見ろみたいな、要するに、論より証拠みたいな、そういう非常に分かりやすいのでやっているわけです。そしてですね、いろいろ震度を推定する複数の方式について原告らが主張するような選択の誤りがあったのではないかなど種々の議論がありえようが、それは今日やったのが主従の議論なんですね。主従の議論がありえようが、結論読んでください。これらの問題については今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄であるだから常識で判断をしろよと。で、今みたいな、でも坂上さんが言ったんだけど不要だって言うんじゃないんですよ。規制庁とのやり取りはガンガンもう専門的になっちゃって、内山さんなんか、こっちの、事務職員が最後敬意を表して、先生の言うことはよく分かってますからって言って、言って帰って行ったようにですね、やっぱりレベルの高いやり合いをしなきゃいけない。それは規制庁とか行政とか電力とのやり合いではそういうことになるのはいい。だけど裁判ではですね、そんなこと関係ない、そんなこといちいち入ってたら分かんないよ、だから常識で判断するんだ。で、やっぱり硬いところを押さえていって、でもこれは10年のうち5つも想定地震を超えるような、そもそものその想定地震想定が間違ってんじゃないのと、そんなの信用できない、論より証拠だよという極めて、ある意味では俗事に入りやすい、ある意味では非常に常識的な範囲で、他のところも全部それの手で貫かれています。難しい計算式でああでもないこうでもないって何、例えばもう一つ分かりやすく言うと、使用済み燃料プール、これいろいろ書いてあるけど、やっぱり硬い殻で覆ってないと危ないよと。例えば、テロがそうですよね。テロが突っ込んできたらそこやられちゃうわけですから。で、また他のところが爆発した時に瓦礫がボーンと飛んできたら、そこあんな今のような柔らかい殻っていうか屋根ではですね、突き抜けちゃうわけですから、だからそこ直さなきゃ、強化しなきゃおかしいんじゃないのとかですね。それから外部電源、外部電源は耐震の要するに S クラスにしないで C クラスにしてるわけですけど、それはさっき中長の人たちが言ったように、いやそこやられたって非常用電源があるから大丈夫なんだよっていうのが彼らの言い訳なんですけど、それよりも S クラスにしときゃ元々から問題ないじゃないと、いわば瀬戸際作戦 やるのがおかしいんだよと。しかも基準地震動でもの以下でも壊れるかもしれないなんて、そんなバカな話常識じゃないんじゃない。基準地震動っていうのはそれより以下だったら非常事態にならないことが基準なんだよっていう当たり前のこととかですね、そういう全て当たり前で、かつですね、かつ大井原発独特
ではない、全国の原発に水平展開するできる論理で全部構成しているんです。だから私たちは脱原発弁護団はもう早速これを仲間に送り始めました。でこれをもう全国の裁判所に提出しましょう。で裁判官が我々を任すとすれば、この論理10ぐらいいろんな主な理屈が書いてあるんですが、これ全部潰さないと僕らを任すことができないような、そういう貴重な判決です。ですから私たちはこれを最大限利用して、また裁判所だけではなく市民の間に広げていかなきゃいけないと思います。だからこれをですね、例えばブックレットにして、あ、これが判決全文です。だから違います、全文なんですこれ全部たったのこれだけです。これ裏表印刷したらこれ半分です。でこれのほとんどがね、実は名簿なんです。当事者目録で、中身はですね本当に薄いんです。これだけこっちのということは、要するに難しいことが書いてない、分かりやすく書いてある。だからこのまま今までのブックレットにしても通じるぐらい優しい言葉で書かれている。これはですね、だから我々はこれから国民の間にもどんどんこれを広め、裁判所にも広めていこうということが私たち の決意です。でそういう教科書を作ってくれた樋口裁判官に、心から感謝するとともに、それを作らせたこの方たち弁護団および原告団に心からのお礼と、なんていうんですかね、これからの連帯の挨拶としたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは浜田聡さんにコメントをいただければと思います。せっかく協議いただけてますので、ぜひ川田さんにコメントいただければと思います。川田でございます。今ちょっと私は知り合いや運転開かれた狭山事件の集会に行きました。それでそこに今釈放された浜田さんも一緒に来られてました。まあ11時からも浜田さん来られて記者会見やったんですけど、言いにくいんですけど、松尾芭蕉がどうしたかとか、梅津がどうしたかとか、そういうふうなお話を、延々と、やっていました。それで、お姉さんの、ひろこさんも、ついてきたんですけど、こういう姿を皆さんに見てほしかったということを言ってます。つまり死刑囚として、50年ほど拘束されていた人間がどうなったかということの見本なんです。それで、なぜちょっとお話したかというと、彼が死刑確定囚で無罪になるやつに釈放したのは裁判官のやっぱり良心でして、その裁判官は刑事司法の理念からは到底耐え難い、刑事司法の理念から耐え難い、長期拘束、無実で長期拘束しているのは耐え難いという、そういう司法の理念ということを使ったわけです。今度の、この、判決も、裁判長は、福島原発事故後にこの判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいというふうに言います。これは裁判官の責任ということを言ったと思います。こういうふうに、今安倍政権でひどいですけど、時代はこの職業の倫理とか、そういうふうな職業人の倫理が問われるようになってきたと思います。これはやっぱり原発事故の後の倫理性の問題だとして、考えられます。本当にもう一度日本人はこの職業人としての倫理とか、生きていく倫理、それを考える時に、来たと思います。そういう意味でも今度のこの、運転差し止め判決というのは命の問題と生活の問題というのを前面に出したわけでして、今まで命と生活が経済に圧倒的に押しまくられてきたわけですけど、本当にこれが立ち直ってここから命と生活が大事だということを、広く訴えていけるようになったと思います。この裁判官が認めたことによって、裁判所が認めたことによって、今まで原発反対運動に、入ってこれなかった人、まあ保守的な人とか、あるいは経済性を考えていた人たちとか、それから、まあ、反対運動に入ってきたけど、疲れてきた人とか、あるいは
反対運動の中でいろいろごたごたあって、運動されさろうとしている人だと、そういう人がみんなもう一度頑張ろうという、そういう気持ちに、なった、本当に、絶好のチャンスに、なってきたというふうに思います。それで、これから私たちは、佐賀原発運動ですけど、浅尾さんのところの首相官邸とか、検討とか、検討の計算書前に検討した国とか、いろんな運動体が、力を合わせて、とにかく一緒に、やっていくという、そういう自信と方向を聞いてきました。それで、私たちは6月28日に明治公園で集会されまして、そして9月23日は代々木公園で、大集会を開くつもりでいます。あとは、M沢さんのところがずっと運動をやっていると思いますけど、そういう力を合わせてやっていくときに、来たんだということが一つだと思います。今日の、規制庁の話ですけど、これは結局、素朴な疑問なんですけど、稼働しやすい条件、あるいは、しやすいというか、稼働するための条件を作って、それが稼働して事故った場合、一体誰が責任を持つのかということなんですよね。規制庁は、審査に適合しているかどうかを判断しただけだというわけだし、あとは政府が決定するという政府の方に内閣というわけですけど、政府は規制庁が、適合したというから安全だというから稼働したというふうなことで、事故がもし事故があっても誰もまた責任を取らないという同じ状況を続けていくわけですね。事故が想定されているのに事故がないという形で、稼働していく。しかし、事故が完全にないかということを規制庁が今日、聞いてみたかったんですけど、本当に想定しているのかどうかといったら、事故がないということは想定してないんですよね。条件は適合している。しかし、事故についてはわからないというのが規制庁の、これは本当のこれは本音です。それで事故が多分起きても規制しているわけだから、それほど大きい事故にはならないぐらいの感じなんですね。こういうことが分かり通って、とにかく再稼働させるための、基準の適用ということになって、政府はそれを、売り中で取ったような形で再稼働させるわけで、そういうふうな極めて偏見的なことが許される。これは本当にモラルに反することで、やはり私たちは、人間としての本当に正しいのか、それが、日本社会にとってどうなのかという、今度の裁判長はこの日本の国土の安全、安倍さんの意味で言うと美しい日本が残るかどうかという問題なんですけど、そういう問題まで来てるっていう、これは福島の人たちがこれだけひどい目にあっても、これを知らん顔してやっているこの想像力のなさとか知性のなさ、これは本当に許されないですね。そういう意味で、ますますの力を入れて、頑張っていく、そのちょっと仲直りしてきたのをすごく締めてくれたっていう、そういう判決だったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、三沢さんから一言お願いしたいと思います。まずはこの裁判を起こしてくださった、原告団の皆さんと、そして戦っていただいてくださった弁護団の皆さんに深く、感謝をいたします。ありがとうございました。私はですね、河合さんから、河合弁護士から、ちょっともしかしたら勝てるかもしれないから、三沢さん、傍聴においでよと言われまして、でもなんかいつも原発の、訴訟は負けておりますので、どうしようかなと思いながら、でもちょっと河合さんの言葉を信じて、行ってみようと思って、頑張って行ってきました。それで1時間ほど主文が読み上げられるということだったので、でもしね、最初に負けと言われて、あとそのなんたらなんたらも1時間もいろいろ言われて、それで疲れて帰るのも嫌だなとか、いろんな思いを巡らせながら、あと私本当に専門的なことをよく分かりませんので、なんか1時間寝ちゃったらどうしようとか、本当にいろんな思いをして、福井地裁の方に向かって、そして当日の傍聴券が7、8倍ぐらいで、関係者の方でも入れない方もいらっしゃるところ、ちょっと恐縮だなと思いながらも、傍聴させていただきました。それで最初に、もう一番最初に判決が出ました。その時は一瞬狐につままれたんじゃないかなと思って、隣でいました今日司会の杉並さんに、勝ったのって言いながらと言いながらも、私は菅さんは声を出すのを抑えられたようですが、私はちょっとおたてびを上げて拍手をしました。でそれからもう本当に
主文の方も専門的なことではなくて、本当に先ほど木田さんもおっしゃったように、私たちの官邸前講義で多くの人々がもうこの2年間そして3年間訴えてきたことがもう全て入っている、本当に分かりやすい主文で、もうもちろんもう眠気が来るどころかいろんなところでも拍手が出てくるということで、本当に私はもうここで司法の良心を感じることができた。そしてもう良心だけではなく、やはり今まあ、話題問題視されてます憲法の問題ですとかそういうことがありますので、そこの憲法を絡めて、それを判決を出すという非常にテクニカルだなと私は思ったんですけども、覆しにくいようなすごく右脳的ではありながらすごくひっくり返すのが難しいような判決を下されていることに、この裁判長の樋口さんという方は正直ちょっと地味な方だなっていう印象があったんですが、すごくものすごい方なのかもしれないというふうに、まあ、いろんな思いで聞きながら判決が出た時には一応パソコンは持ち込み OK でしたので勝ったというツイートをしました。おそらくこれは NHK とかの速報より私の方が早かったんじゃないかなと思いますが、その後はもう私は聞き取り筆記できないので菅波さんがツイートをされたのをもう RT をして、もう本当に一刻も早く皆さんにお知らせしたいなっていう思いで、もう本当にもう感動しました。もちろんまあ、すぐ控訴するでしょうっていうのも分かりますし安心はできないんですが、ここはやはり一つ先ほど鉄前住職がおっしゃってくださったように、本当にもちろん原告団弁護士の方々の力、そして樋口裁判長の本当にちゃんとした職業に対する姿勢、まあ、それとともに一歩多くの方々のこの運動の本当に結束点といいますか結晶といいますか天の川というようなことだというふうに私も解釈させていただいておりますが、本当に今鎌田さんがおっしゃったようなちょっと中だるみしたようなところにもうこれからまた追い風、今仙台原発再稼働が運動の焦点になっておりますけども、まあ、そこに対してもものすごい影響力を持ってくるのではないかというふうに、本当にもう久しぶりに嬉しいことがあったなというのは本当に正直な気持ちです。ちょっと長くなりますけれども、本当に反原発で、まあ、脱原発を実現するためにはもうこれをやればいいんだっていうたった一つのことって絶対ないと思います。私たちがやってるような抗議、これはもう下の方から上に突き上げて世論を喚起する、いろんなことを動かしていく。そして先ほど河合弁護士さんが紹介してくださったね、司法でのネットワークでの運動、あと、まあ、ロビー君とかはちょっと足りてないかもしれませんが、本当にいろんなもの要素が、あともちろん国会議員さんたちの力も本当にもうすごく重要だと思うんですが、やはりいろんな要素が織り合わさってこうタペストリーのようになってできていくものだと思っております。なのでその全体に対して本当今回のこの判決はもうものすごい大きな力で、本当に大きい多くの人々の励みになったと思います。で今各地でほとんどの原発で訴訟が起きてるっていうふうな、ことを、まあ、河合弁護士の方から、お話がありましたが、やはりここも我々市民が応援していかないといけないと思います。まずは今回のこの素晴らしい判決を、下してくださった樋口裁判長に激励の手紙やはがき、福井地裁に激励を送る、あともういろんなところに今抱えている原発の裁判を抱えている裁判所にもはがきや電話をするなどして、やはり市民が国民が見ている反応しているということで押していくということも一つ、まあ、デモとか抗議に来る以外にも私は今聞いてて必要な運動なのではないかなというふうに感じました。私たちは引き続きもともとそもそも官邸前抗議というのは大井原発2年前の再稼働の時に、官邸で、政治判断をする閣僚会議があるということで、呼びかけたものなので、特に今私たちの中では全ての原発の再稼働は反対なんですけども、やはり大井原発というのは一つ特別なこう、存在といいますか、まあ、その時はすいません菅さんにもお世話になりましたが、ちょっと残念ながら民主党政権で再稼働されてしまいましたが、またそれからこのような形で、しかも本当に司法というところの、レベルでですね、こういう結果が出たことは本当に多くの人々に希望を与えたことだと思います。
喋りたいことは珍しくいっぱいあるんですけども、ちょっと時間がないようですので、この辺に、させていただきます。これからも、私自身本当に今回のこの判決に勇気をいただいて、脱原発を一日でも早く実現するための、礎の一つになりたいと改めて決心をさせていただきました。ありがとうございました。先ほどの規制庁とのやり取りでも何人かの方あの質問したりしていただいたんですけど、前の方でまだご発言の方いらっしゃいます。フロアの方から質問とかご意見を受けた方がいいかなと思っているんですけど、よろしいですかね。いいですか。一言、じゃあ後藤さんからどうぞ。私から一言申し上げます。私も皆さんおっしゃっているようにこの裁判非常に感銘してまして、技術の問題というのも以前ですね、人間の混沌的な問題、私なんか喋る人ないということをすごく思いました。ただですね、追加だけちょっとさせていただいて、一つはですね、読売新聞かなんか見てたらちょっと気になったんですけど、あの裁判は非科学的であるとかね、技術に対して分かってないとか、そういう論調がダーッと出てますから、とんでもないです。私はあれを読んでね、もちろんね、細かいことからね、やり取りについてはね、マイナーなミスってありますからね、でそういう問題じゃなくて、本質的に技術の科学とか技術による不確定性、つまり断定できない、科学的にどうであるか分からない場合、あるいは技術的にこうやったらいいという方針が分からない場合、そういう不確定な状態の中で、つまりグレーゾーンですね、グレーゾーンにおいて我々がどう選択をするかということをきちんと求めて、これ非常に科学的です。これ以上科学的なものはないと思うので、私はそういう、その意味で関係しているわけです。ですから地震の評価ですね、地震の評価、それから核武器庫に対する評価とか、とか先ほどお話しになった使用済み燃料で、燃料ピットって彼ら言いますけど、あそこの燃料があったらそれは覆われてないから危ないよねっていう、すごく単純だけど本質的な問題、こういうことがきちんと出てるんです。これは非常に感銘しました。ともう一つだけ申し上げます。20日にですね、朝日新聞の一面に出ました、政府事故庁 の吉田所長ですね、長所のそれが隠されたことが出ました。でこれはまあ監査とか一番関係あると思うんですが、あの時に3月15日の朝ですね、全員撤退かどうか、撤退という話があったんです。で、吉田所長は準備はしとくけども、第一原発の敷地内に待機していろと、それでまあ1割の人を残して9割だとしたらそこに待機する、そういう話を出したらしいですね。それがところが第二原発の方に実は行ってしまったと、つまり命令違反だったと、こういうことが今になると分かっている。私はそこから感じたのはですね、この命令違反はあるんですけど、そんなことじゃなくて、原発の事故の厳しさはですね、監査の前に言うのはちょっと僭越ですけども、あの厳しさの中ではですね、誰かが自分の命を落として行くしかないんですよ。その現実の厳しさはね、本当に再稼働とかそういうことを考えている人が自分でそういうことを捉えていくのか、つまり自分あるいはある人に対してね、ほぼここに行ったら死ぬだろうとも分かっているところに対して行けるイベントで誰がやっていけるんですか。そんなことを許すのは原発なんですか。そういうことに思いを馳せるわけですね。そういう意味において今回の裁判、それからこの情報ですね、これ非常につながっていたんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。改めて、弁護士の鹿島さんから一言ということで、ぜひお願いします。弁護士の鹿島と申します。今後藤先生がお話しされたので、ちょっと、内情暴露いたしますと、実はこの判決裏でですね、後藤先生に非常にお世話になっておりまして、今回の判決、かなり後藤先生もですね、原発の、本質的な危険性に関する、考え方が現れた判決だと思っています。で皆さんですね、この判決素晴らしい、画期的な判決だということをおっしゃっていて、そこにちょっと水を差すような発言で申し訳ないんですが、私は普通の判決だというふうに思っています。で言い方を変えると、先ほど加藤先生からもありましたけども、手堅い判決だというふうに思います。でその理由はですね、これほとんど被告が争いのない事実からですね、認定した判決なんです。例えば基準地震度 SS 以下のですね、地震によって、子宮水喪失が生じる、外部電源喪失が生じる、これは被告が争っていません。あるいは使用済み核燃料が危険だということも表されない事実、使用済み核燃料プールが、核の容器に囲われていないというのも表されない事実なんです。
そういう争えない事実からですね、手堅く判決をまとめて、まあ、この判決は本当に素晴らしい言葉がいっぱいあってですね、惑わされてしまうんですけれども、すごく手堅い判決、保守的な判決だというふうに思っています。官邸はもうすでに控訴したということですけれども、まあ、争えない事実によって認定されてますので、控訴しも負けるはずがないというふうに思っています。あとですね、この判決、本当に先ほど規制庁との議論を聞いていただいて分かったように、この判決の枠組みで議論すればですね、こちら絶対勝てます。議論する場は司法だけではないと思いますので、ぜひ皆さんいろんな場で議論していただければと思うんですが、私はこの判決をもってですね、ぜひ仙台を止めたいと思ってますので、皆さん一緒に頑張りましょう。笠原弁護士からも、はい、どうぞ。弁護団事務局長の笠原と申します。まず、改めて判決用紙の1ページと最後の10ページを見てください。人格権が憲法上の最も尊重されるべきことが1ページ、また15ページには原発事故と本当の意味で国の富を失わせること、ましてや CO2 削減を原発推進の方法とするの言語道断ということが大変美しい日本語で書かれています。実は私が画素帳で、まあ、そういった同種子のことを書いたつもりなんですが、悔しいことに私の素帳の文章よりはるかに美しいです。まあ、そのような文章が書かれたのはもちろん裁判官の資質ということもあるんでしょうか。我々が画素帳を提出した後、毎回の口頭弁論で原告 の皆さん の意見陳述を丁寧に聞いてくださったこと、あるいは原告以外の市民の皆さんも含めたさまざまな方の声を訴状提出後をお聞きに、あるいは読まれたことが今回の判決になかったのと思います。原告の皆さんが、もちろんここにお越しになったすべての皆さんに改めてお礼申し上げます。一方、このような素晴らしい判決だからこそ今後原子力の中の猛烈なバッシングが予想されます。現に新聞を見ていると、御用学者の先生方から裁判官は科学を分かっていないというコメントが来ています。しかし学部課程とはいえ、一応京大学部で地球物理学を専攻した人間からすると、御用学者の先生方よりは少なくとも裁判所の方が科学の本質を分かっていらっしゃると自然科学というのは固定した正解があるものではありません。現在でこそ地動説が常識でしたが、かつては天動説が常識でした。ましてや原子力のような複雑な技術であれば、複数の科学的知見があるのはむしろ当然です。それにもかかわらず、行政庁が意図する科学的知見のみが正しいか、裁判所がそういうふうに従いというのは三権分立を脅迫するものです。かつてモンテスキューは、今から200年以上前、法の精神において立法、行政、司法が同一人物の手に握られていることがあれば全ては失われるだろうと警告しました。行政庁のよって立つ科学的知見が、あるいは間違っている かもしれないこそ、憲法は行政から独立した司法権に
紛争解決機能を与えたのです。我々弁護団では控訴審において平易の言葉で書かれた判決こそ科学の本質と分かっているということを訴えていきたいと考えています。また本日は国会議員 の方々も含め多くの方に集まっていただきました。今や脱原発の象徴的政治家となった菅直人さん、福島みずほさん、山本太郎さん、また共産党の党の笠井明也さんらもいらっしゃいました。判決当日、共産党さんが笠井明也さん の名前 で判決を表決する声明を出しました。でこの裁判は様々な政党支持の超党派の市民によって伝えられていますが、私個人が緑の党の運営委員もしておりまして、21日緑の党が作った声明 も私が原案を作りました。複数の政党による声明が笠井笠原のゴムで作られたというのは象徴的です。現在安倍政権による原発再稼働、また憲法解釈変更による集団的自衛権といった大雨が我々市民を襲っています。しかし雨は絶対止みます。ここに集まった皆さんにはさまざまな政治的意見が終わりだろうと思います。しかし安倍政権の原発再稼働などを止めたいという一点において思い思い の傘を差して、そして晴れ間の日本を一緒に作っていきましょう。ありがとうございました。時間がだいぶなくなってきてしまったんですけど、やっぱり会場の方からも何人かご意見ご質問などいただかなきゃいけないかなと思いまして、3人ぐらいでよろしいでしょうかね。ちょっとどなたか手を挙げていただいて、ご指名できる方できない方いると思うんですけども、じゃあそちらの男性と3人ぐらいコメントしていただくということでよろしいですか。じゃあ僕も真ん中さん、短くお願いします。どうもありがとうございました。千葉県の市原市から来ました長野久野君ですけども、私は初め一方ですね、勝ったっていうあれが出たんだけど内容が分からなかったんだけど、ずっと調べていたんですけども、この両親のですね、なるほど涙が出るとね、さっき哲也さんも河合さんにも今日は随分ピンクのネクタイが似合いますねなんて挨拶して怒られちゃうかもしれませんけど、本当にいっぱいですね、この嬉しさ でただ私たちが今後の戦いっていうことも起こられてますから、一つ皆さんにお願いしたいのは、やっぱり新聞事情を見ても賛否両論があっていろいろね、それでその賛否やろうよって人たちの間にやっぱり生きていくっていう、そのために不安を持ってるわけだから、これは川合さんとかあるいは市民 の中にも載ってますけども、やはり原発臨時地のね経済対策と雇用の問題を短期的にはやっぱり国全体で支えていこうというこの気持ちを持った時に、あ、今の原発反対の連中は我々のことを思ってくれてるよちゃんと、そういう運動をですね今後やっていく必要があるんじゃないかということで一言ありがとうございました。私は
インターネットジャーナリストの山崎ジャーナルを主催している山崎と申します。皆様本当にお疲れ様で、素晴らしい判決を導いてくださって、ここに全ての皆さんありがとうございました。今日は同じ質問を中島哲也さん、原告団長さんと、そして海田先生と河合先生に一つの質問だけ伺いたいと思います。私は79年に駆け出しの大学生で、反核反原発運動に身を投じた直後に中島哲也さんが明通寺におるときに、スリーマイランドアイランドの事故もまさにその日に起きました。で、哲也さんは通産省の座り込みにすぐにまた戻って東京に U ターンされたことを覚えています。あれから35年原発関連訴訟は負けに負けに負けてこられました。東海村 のご夫婦のも私東京地裁、傍聴しまして、やはり先生 の弁護をも拝見しましたし、その間ニューヨークで私は原発運動、市民運動を携わってきましたけれども、ニューヨークと違ってやはり市民運動がどんなに頑張っても壁が厚いという日本の絶望の司法というのを改めて感じていたところですし、また絶望の裁判所という本も最近読んだところですが、今回は絶望ではなく希望をいただきました。そして質問が、ご質問なんですが、ここの前に座っていらっしゃる皆さんの平均年齢はちょっと高めにお見受けいたします。しかし若い弁護士さんもおられて、次の若い世代が同じように各仙台原発とか各原発で立地地などで今後廃炉まで30年、100年、300年すごい長い年月戦っていくわけですけど、後の世代にこのような活気のある判決を出すまでの長い皆さんのご経験の中から一言、私たち次の世代にメッセージというか励ましの激励の言葉をいただければ、いわゆる継続は力なりの継続の秘訣ですね、ぜひ一言お願いいたします。ありがとうございました。まとめになっちゃいそうなんで、もう一方のやつを質問いただいてからでいいですかね。ごめんなさい。でもう一方、さっきマイクをお渡ししたのは、私はまずコメントから言わせてください。私は大井原発の反対の福祉です。いいですか。大井原発の反対の、テントで、なんと中島哲也さん の呼びかけでハンストを3回やりました。この年齢で私すごい痩せてるんですけど、それで3回やったので2キロ痩せて、もうちょっと最初2月は39キロくらいになってました。でやっと40になったんですけれども、本当にこれは今日のこの判決、判決は嬉しかったのは、私はハンストに入るときにガンジーさんの本を読んで、それでこのハンストに参加したんです。っていうのは、こんなに原発の反対運動をずっと続けてきてもなかなかダメなの、最後はハンストじゃないか、そう思って署名だとかいろんなことをやってきたので、最後は本当にハンストだと思って、私の年齢からしたら70いくつです、70歳以上 の女性がハンスト3回したのは私だけなんですね。そしてもうそんな、それでこんなにすごくその時痩せてみんなに心配されました。でもなかなかこの原発のあれが進まないので、それで選挙先日の選挙も私は選挙のボランティアに行きました。で本当に夜中までね、選挙のボランティアをした結果、私はとうとう肺炎になってしまって入院、1週間入院しました。それでそれからは本当に変わってまいって、それでですね、今後この活動をどう続けていったらいいのかっていうのは、先ほど鎌田さんに言われたように、今中だるみしちゃったわけです。私は病気になってしまって、だから病気になった私でも今後何ていうか続けていけるように、みんなを呼びかけるためにどう継続していったらいいのかというのが、継続性とそれから持続性に対して多くのこう人たちを巻き込んでいくのはどうしたらいいのかというのが、まず質問です。継続、はい。じゃあ今の2人の方が、通じることではあったと思いますので、
中島哲也さんと河合さんと海人さんと一言ずついただくということでよろしいでしょうか。はい、じゃあ順番を封じしましょう。哲也さんからお伺いしますか。ありがとうございます。なんか皆さんにね誤解を与えている面があると思いますのでぜひこの際はっきりお答えしておかなければいけませんが、よく40何年もよくやってきましたねって言われますけれども、まず第一に40数年前の私はオバマの周りに7基の原発が進行中でした。全然私はそれに対して本気で立ち向かっていませんでした。で、オバマに原発が来るという自分の町の足元にやってくるということで初めて自分自身の問題になったんですね。自分自身の問題になってようやく本気になって反対をし始めたっていうことでしてね、まあこれは時間の早い遅いはあると思いますけど、福島以前のたくさんの皆さんがやっぱりあんまり関心持っておられなかったのが福島で目が覚められたというね、私自身がそうだったんですよ。時間は多少地元だから早かったですけども、だからそういう、そうですね、まあ自分自身の問題としてそれはもう今や福島以後全ての皆さんにとってね自分自身の問題になったんじゃないでしょうか。でレッドウルフ三沢さんがおっしゃったように、私は特定のこれだけ、これ自分のやってることが一番正しいなんて言えませんよ。皆さんそれぞれがそれぞれの場所で自分自身の問題としてどう捉えてそれをどう表現されていくか、そのことを私から模範解答なんか示せません。皆さんお一人お一人がそれはぜひ考えていただきたいと思っています。準備したからです。よろしく。小林さん。僕はですね、原発反対運動をやろうというふうに思った1976年で、そう思うきっかけになったのは久米先生と高木先生の講演を聞いたせいだと思います。で、当時はまだ司法試験に受かる前だったんですね。で、司法試験に通ってから、そして弁護士の事務所を選ぶ時も僕との原発訴訟でやれそうな事務所を選んで、就職して、もうなったその月から原発訴訟をやってきました。だからもう34年目に入るんですけども、で僕は原発訴訟をやっててでも苦労してると思ったことはありません。楽しい裁判やらせてもらってるなというふうに思って、いつも原発訴訟やるときは必ず勝てると思ってやってます。 でも、今まで勝てたのは、文殊の高専の時と今回の2回だけですけれども、でもその他の裁判負けたとはもう思ってない部分があってですね、旭化成のウラン濃縮の事件なども訴訟をやったおかげで止まったというふうに思ってるし、クルスアーモラの訴訟なども結果は負けたけれどもクルスアーモラ非常に長い期間止めることができたし、やったことで成果がなかったことは一度もないというふうに思ってます。で、浜岡だって高裁になってから1号機2号機が止まったということなんですね。だから長く続けていく時の秘訣というのは、浜岡の訴訟の判決の前に僕は勝てそうだみたいなことをみんなに言ってですね、そしたら負けちゃったんでですね今回もこの事件勝てそうだっていうとみんななかなか誰も信じてくれなかったしましたけれども、でも、僕の心情としては担当 弁護士が負けると思ってる事件で勝てるわけがないと思ってるんですよね。騙されてもいいから勝てるというふうにずっと自分に思い聞かせて、原発の訴訟をやってきたんですけれども、いつの日か、日本から原発がなくなる日までですね、楽しく原発訴訟をやり続けていきたいなと思います。河合でございます。私は今日本国民にとってですね、原発を全部止めること、全部再稼働を決して許さないで、このまま全部廃炉にさせて日本から原発をなくすという事業ほど重大な事業はないんですね。原発事故は全てを覆します。愛も文化も教育も労働も産業も経済も
だから全ての幸せの基盤なんです。樋口さんも言っています。だから私たちは日本人として一番大事な事業に、一番大事な仕事に取り組んでいるんだっていう自信を持ち続けること、これがやはり一番大事だと思います。で、私は非常に逆説的な言い方だけど本当に生きがい感じてます。これをやらないと他に少々のお金持ってしてどうするんだこれ以上大事な、これ以上大事なことはない。で、その一番大事なことだから、原発を完全に止めて、で日本中のエネルギーを全部自然エネルギーで賄えるように持っていくこと、これなにワクワクする仕事、しかも重要な仕事はないんだということを、やっぱりみんな自信を持って、そして周りの人にもこれ以上大事な仕事はないんだよって言って巻き込む。そのことによって僕たちも運動を続けることができるし、若い人たちも、先ほどのご質問じゃないですけど、ご質問に答えたこととしては信念を持ってそういうことを解き続けること、これがですね、運動をさらに、次の世代に承継し、我々の、まあできればでも承継しないで済むようにですね、我々の、生きてるうちに全部止めたいですけど、まあ止まりますよ。だけどとにかく若い人もそうやって巻き込んでいきましょう。こんなに大事な、こんなに楽しい仕事はないということを、私のお話の最後といたしたいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと時間が過ぎてしまいましたけれども、これで最後にしたいと思うんですけど、一番最後に原告団体の方から最後にもう一言皆さんへのご支援をお願いということで、松田さんから。すいません、はい、ちょっとマイク待って。あ、すいません、はい、私たち本来ならこちらではなくていつもこちらにいたんです。そしてこれまでね、例えばこちらにおいでくださっている崎山久子先生が、志を高く持っていきましょうね、優しい言葉で、これが私たちの勇気です。で、それと一緒に福島などでね、こう頑張ってた万田さんとか会場を、皆さんそうだと、皆さんが私たちの師匠だったんです。そのつもりで頑張ってきました。私たちもこれからも何ていうか皆さんに見習って、本当に志を高く持っていきましょう。これで最後にしたいと思います。そして私たちこの原発、福井から原発を止める裁判の会、とっても貧乏です。助けてください。以上です。すいません。どうもありがとうございました。ぜひ大きな拍手で、これからまた高校生の戦いに続きます。それで皆さんも力を合わせてお話ししたいと思います。今日は本当にありがとうございました。これで閉会したいと思います。